キチャンネル。ちょこんにちは。さあドラフト通信も、はい、やってまいりましたこの季節。はい、もうドラフトの話題ですか。もう行かないと、うん、あのドラフト全企画、はい、多分40個ぐらいあるような。ありますね。3段階に分けてやりますね。そうそう、通信簿、去年ね、おととし、まあ、過去3年ぐらいのドラフトの、まあ、どこのメディアもやんないからね、うん、いいのやつばっかり言って、もう去年の反省せえへんね、うん、自分たちの言ったこと、はい、俺らはちゃんと回収していこう、はい、ね、俺よ、いいと思ったけど、ダメだったのか、あんまりやと思ったけど、いいのかっていうね、うん、回収していこう、はい、まあ、でそれがまず12回あって、はい、で次にあの全チームの今年どのポジションのどんな選手を取ったらいいのかっていうドラフト戦略を12回取って、はい、でドラフト終わったら全チームのドラフトの評価を12回やって、はい、でそれが36回あるけども、その間にまたドラフト1位だけの評価とか、いろいろやったら多分40回ぐらいだった。これもう一番力入れてるから。いやいやいや、今年もね。今年も、うん、でも人気企画ですから。そうそうそう、ね、あれでもね本当に、はい、まあ、言ってるじゃないですか、うん、ちょこちょこその 見ましたとか言ってくれるんですよ、うん、でヤクルトで働いてる子がいて、うん、静岡の佐藤君の名前出した時にすぐ連絡来て、うん、わありがとうございますみたいな、うん、だからちゃんと見てくれてるんやろ、うん、嬉しいですね。俺だって3球見て、あ、いいチームから武田君ね3球だけ見てね、はあ、でもなんかアマチュアも見るし、うん、球団関係者も見るかもしれないし、うん、結構でプロ野球ファンはやっぱり誰がどこが欲しいんだろうか見るから、うんうん、これもう大型企画ですから、うん、ねえ、うん、だんだんね、このコンテンツの良さでね、はい、このさだきチャンネルのやり方をパクってきてる人たちもいるけどね。あ、そうなんですか、うん、へえ。やっぱあの3球で良かったとかキャッチーだったんちゃうこれ引っ張れるぞってそこ出てるっていいんですか、うん、うん、まあでも行こう、はい、今日はね、ロケ編です。はい、通信簿だから、うん、ね、まず去年のドラフトの、うん、ね、あの振り返り、はい、去年ドラフトロッテ1位上田、うん、2位大谷、3位木村、4位早坂、で5位寺地、うん、5人だったんですね。そうそう、5人でね。で、佐々木チャンネル的評価は、まあ、佐々木の予想は前田、大阪桐蔭で前田行ったらいいんちゃうかみたいな、今後の未来に向けてみたいなね。でもいいんだよね、前田はそうとか、ね、めちゃめちゃいいっすよ、はい、だから俺、狂いなかったよ。狂いないっすよ、前田でよかったんちゃうんっていうね、ところあるけど。で、袴田さん、袴田さんは渡来ね、はい、で渡来行ったんだけど外して、はい、で次草加行って外して、うん、で細野行って外して、はい、で最後上田9と。あ、そっか、それで 4? そう、外れ外れ外れ1、うん、抽選ね、はい、で、評価は A、うん、ドラフトの、ね、まあ、ショートガチャは終了したでしょうと、うん、ね、で上田獲得するということは安田、山口、藤原の期待値が下がってんちゃうかと、うん、まあ、上田外野も守れるっていうところでね、はい、で大谷が未来の守護神になる可能性もあるんちゃうかと、うん、で木村早坂は2年後2025年に期待やと、強いて言えば長距離方法欲しかったっていうね、結構当たってんじゃん、はい、長距離方法今だって昨日もイベントしたんだけど、トークショーのね、はい、パブリックビューイング、うん、あの次どんな選手欲しいですかって言ったら、はい、長距離放置してたもんね。ほら、一致団結してんねん俺は長距離放置結局今年だってあの今スタメン出てる選手、はい、うん、藤岡の5本がホームラン最大からだ、日本人ね、はい、日本人、あと外ポランコはいるよ、はい、日本人の最多は藤岡の5本やで、あ、山口選手って今年だわ、いやなんかもう全然全然ですね、あ、もう小山口になってる。何ですか小山口って。もう小さい。小さい。もう小さい。山になってる。小山じゃなくて小山になってる。そうそうそう、小さい山になってる。ああ、ね、私前まで30本、今年は30本とか言ってましたけどね。もう3本がギリギリやと。でも長距離補給はいないですもんね。全くいない。アジャがね、ま、アジャ、アジャ、もう終わったんちゃう。だから、ね、そうそういう、もう長距離打ちそうなんだけど。全然おらへんで。ね。いないですもんね。で、じゃあちょっと見ていく、はい、上田9と、うん、まあ、やっぱりプロ 1年目は難しかったね、はい、まあ、でも1軍では 2割5分9厘、はい、何試合出ました58打数21試合、うん、でも使えへんもんな、うん、怪我したんすよ、うん、いいところで、うん、それがもったいなかったね。2軍で2割8分5厘、はい、ホームラン1本、うん、超だらけないな。でも松田スカウトはコンタクト率の高い中距離ヒッターで、うん、率も残せて二塁打も非常に多い、うん、チームの核になる内野手として活躍です、うん、だからまあ来年やな、うん、ちょっと、はい、まあまあまだ1年目やしな、うん、まあまあいい感じでは来てんちゃう、はい、いい感じではね、うん、正直ね2軍でもまあそこそこ追ってるしね、はい、怪我なくねいければね、うん、
ちょっと今 NS さんが当たりがすごい強いから、うん、ファンからの来年一軍に上田球とかもうサードでいるかもしれんよな、勝負ね、うん、ああそういうことね、はい、かなり当たり強いから、うんうん、はい、なんで使ってるんですかって俺に聞かれて、はい、知らんちゅう、ファンから使ってる知らんちゅうで、そう俺は監督ちゃおっちゅう佐々木さんだと使いますかって言われて、俺だったらもそもそもコンバートさせてへんちゃう勝負ね、そもそもね、はい、うん、で、大谷、はい、未来の守護神になるんちゃうかっていうね、うん、これ期待したかったんですけどね、うん、こういうのがダメになってくると結局独立はとかなっちゃう、そうなんですよね、独立の速球派がね、あ、だってファームでもあの11試合しか投げてへんねん、7点だ、怪我かな、怪我してなかったと思うんですよ、もう、でもそんなだって24歳でそんな調整入るぐらい体力ないんだったら終わりやで、まあまだ教育中やな、うん、まあまだ、まあ、俺の期待値ほどは頑張れてないね、はい、うん、そうですね、うん、確かに即戦力、そうか、社会人を経て、そうなんですよ、独立してるんですよね、本当に即戦力だったんですよ、中継ぎのね、だってあの愛称は富山の大谷って、そりゃそうやろ、大谷になります、そうですね、これが大谷じゃなかったら、はい、富山の大谷でおーおおと思うけど、はい、大谷だから、そうです、ね、富山の大谷って言われてもそのままだからね、だって日本海リーグの富山のチームなんでしょ、はい、富山の大谷、はい、え、俺だって千葉の里崎って言われるもんね、そうですねですっていう、はい、そんな見出ししかなかったんかって今思えばね、小松大谷出身でね、だから大谷と大谷やったと思うんです、確か、あ、本当だ、小松大谷、大谷なんですよ、それでなんですよ、しかも石川出身やしそうなんです、だからもう大谷翔平の大谷じゃないんですか、もうかけてるってことですか、小松大谷でさらに名前も大谷やし、うん、っていうことってもう大谷翔平にはかけてないの、思いますけどね、でもそれだったらもう完全に自己紹介で、うん、あの袴田さんに静岡の袴田って言って、いや本当そうですよね、そうですって言うな、はい、その通りです言ってるお前で、まあ、いや本当に上手かけてますね、かかってるんで、かかってますわ、ね、その3つにかけてますわ、多分かかってなかったら自己紹介やんな、静岡の袴田ですはい、その通りみたいな、でみたいな、もうあの日本の佐藤ですみたいな、そうですね、もうアメリカのウッズですみたいな、はい、やばい積もったでも目標は楽天の棋士だ、おお、ちょっとタイプが違う、いや違うちょっと待ってそこ、うん、全部が間違ってんねん、多分方向性ミスってる方向性ミスってるかもしれない、うん、あのドラフトの時は、はい、俺らも多分冷静じゃなかったから、はい、これをほーって読んだかもしれないけど、うん、まあ、1年経ってその選手も見て冷静になると、はい、いろいろおかしい、そうです、ね、だってあの球速160キロを目指している、うん、はい、相性が、自己紹介で富山の大谷いやだって5でいじったらかわいそうだよ、そうですよ、うん、で、160キロを目指してるんだけど、はいはい、目標は棋士どっちかっていうと制球力、制球力と緩急、緩急先発型、しなやかに投げたい、カーブカーブ、そうそうそう、カーブを使っていいじゃん、ストレートはめっちゃ球速ビューンって出して、で緩やかな感じ、でもそれはもう棋士じゃないから、棋士ストレートもね、しなやかな、それだったらあのマー君ぐらいになっちゃう、確かにそうですねだから分かった、岸投手は好きなんだよ、うん、岸投手が好きみたいな、うんうん、まあでもちょっと、はい、ね、うん、まあ、まあ、まあ23歳だからね、そうそうそう、まあこっからね、うん、今年だから24歳になってんのか、はい、今なったとこですね、うん、まあでも来年ぐらいには連れてこないとね、うん、25だからね、そうですね、出てほしいですね、で続いてね、木村早坂、はい、これ俺木村1位でもいいって言ってた、言ってましたね、うん、そうそうそう、霞ヶ浦高校のね、ね、木村優斗くん、うん、どうだったんだろうね、はい、もう俺は二軍の情報とか知らないからね、うん、でも10試合投げて6先発防御率 1.50、 おいいやん、いいじゃん、めっちゃ、うん、これ期待だね、うん、だ出てきそう、俺見ればやっぱよかったよね、取られなくてね、うん、いやそうっすね、あ、俺いいやん、うん、これもう怪我しないでいったらね、はい、かなり3位で取れてるっていうところが大きいよね、うん、早坂、はい、二軍で防御率が 18.00、でも4試合しか投げていない、うん、そうですね、まだ教育中かな、で先発もしてないですね、うん、そうだね、リリーフだね、投球回数4試合だけど3イニング、うん、ホームラン2発だけ、うん、まあまあまあ
こっからだから、うん、まあ、だってあの投手歴浅いって書いてある。そう、キャッチャーだったんですよ、うん、ずっとキャッチャーやってピッチャーやって肩が強くて球が速いっていう、うん、こっからっす、まあ、こっからやな、ね、もう今寄生中な、まだまだ、うんうん、で、寺地これめっちゃいいですよ、うん、今俺ダッシュ、はい、ね、めっちゃ打ってて、うん、これ一歩間違ったらコンバートされるぞサードサードに、うん、一歩間違ったらだってまあ佐藤俊哉が今年いい感じだ、いいですね、俊哉君ね、で、まあ、松川もいるわけでしょ未来に向けては、はい、ってなったらこれだって松川寺地にも負けたらもう終わりだからね、うん、正直ね、そうですね、で寺地も左だもんね、左ですね、だから佐藤と被るからね、被るですね、うん、一歩間違ったらコンバートあるね、まあもう高校の時からサードやってましたからね、うん、彼、はい、3割1分2厘、高卒1年目やで、すごいすごいよな、85試合出て3割以上、これはすごいよね、うん、ファームで、うん、うん、すごい、これはもうしかももうまだ育成中だから、いや本当すごいですこれ、彼卓越したミート力が持ち味の新人捕手、うんうんうん、出てきそうですね、いいねこれはね、打てるキャッチャーって打てる捕手、うん、でもサード守ってる可能性あるよね、そうですね来年打てるからそぐらいいるって言って、うん、でまあ佐藤もいるからね、はい、そうですね、うん、だからまあ大きさに言うとキャッチャーもできてサードとかファーストもできるって、まあ、坂倉みたいになると、はい、使い勝手いいし、はい、あと本人が一軍に出れるチャンスが増えるから、まあね、佐藤俊哉をファーストに追いやってもいいけど、寺地の守備がうまいんだったら、うん、だからここが守備うまい方を使って、どっちかはキャッチャーじゃなくなる可能性もあるね、うん、まあ、それでもいいよね、うん、チームのためにはね、いいっす、そう考えたら、俺の評価 A もまあ、いいんちゃう、いいっすね、うん、うん、全体的にね、うん、まあ、だってこの回3、4、5は高校生だから、はい、その中でもいい感じにできてるしね、うんうん、ちょっと大谷君だけがもうちょっと頑張っていこうっていう、はい、そうですね、うん、まあ、即戦力だけでね、そうそうそう、うん、まあ、怪我もあったかも分かんないけどもね、はい、だから来年ぐらいはもう勝負の年になるね、うん、でまあ、上田はいい感じで来てるから、はい、そういった意味ではね、いいね、うん、やっぱ A 評価当たってるんじゃん、未来に向けてもね、そうですね、うん、はい、じゃあちょっとおととしみよう、おこれ大体2年3年振り返ってくるのがこのチャンネルなんですよね、そう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 、はい、うん、でおととしね、はい、1位から、うん、菊池友杉、田中春也、高野、はい、金田っていうね、うん、ところで監督はね、なんて、はい、これもう言ったやつ全部振り返っていくからね、はい、ロッテ吉井監督、うん、プラン B でしたけども、うん、プラン B、うん、あ、外したんだね、あの、うん、庄司行って外して、あー、そうだそうだ、それで菊池、はい、で、あのプラン B でしたけど満点と、うん、これもよくよく考えたらおかしいね、はい、あのプラン B でしたけども100点、うん、100点に近い点数だと思います、うん、じゃあ満点じゃないやそうですねいろいろと言葉に矛盾がね、ちょっと面白いですね、多分、うん、あのレコーダーで撮ってるから、はい、そうやって言ってはそのまま書き越してると思うんだけども、うん、あのプラン B でしたけど満点、うん、100点に近い点数だと思います、これ国語だったら、うん、バッツだよね、バッツでもまあ解釈によってはプラン B としては満点でも、もともとプラン A を考えてたとしたら100点ではないから、100点にでも近いみたいな、まあ、でもそれだったら、うん、あのプラン B でしたけども、満点に近い点数だと思いますよ、まあ、そのがシンプルですよねもしくはプラン B でしたけど100点に近いドラフトができました、の方が分かりやすいですね、うん、満点いらないですね、いや満点だったら満点でしたでいいと思う、いろいろと面白いっすよね、うん、勝ち方、俺も怖いな、そうやってこんなこと言ってたぞって言われたもんね、大体、うん、で、はい、私のくじは0点です、まあ引けなかったからね、はい、投手もショートも守れる選手も指名できて、2年連続の大学生の二遊間に指名は二遊間もチームの中心になってくると思うので、そういう意味でもショートセカンドを守れる選手を狙っていたという戦略ですというところで、まあ友杉取ったんだよね、はい、菊池ね、うん、複雑カード、はい、右腕をコンパクトに使うことで球速以上の速さを感じさせる、打者に対しての闘争心も持ち合わせてるっていうね、うん、即戦力ですって、うん、まあ、即戦力ではなかった、はい、まあでも投げてますからね、投げてるだけだからダメだから、それはね、うん、はい、ちょっと武器がね、うん、これっていうのがね、これっていうのがないね、なんかフォークも緩いね、なんか、うん、まっすぐと今リリーフだからフォークしか投げてないけど、なんかこう何が武器なんていうね、うん、あの感じが、うん、
住んでだからもう一歩せそれだったらもうちょっとだからもうあの球種だったらもう守護神タイプやねん、はい、正直、ね、それだったらもっとまっすぐドーンっていかないと、うん、あのタイプの球種のピッチャーは困ってもまっすぐ投げてもファール打たせないといけないから、はい、あのかわすってあの球種だからきついと思うから、うん、やっぱそういったところではもうちょっとまっすぐをクオリティ上げていかないときついけど、うん、上げていけさえすれば、はい、守護神とかその8回とかにいける感じのポテンシャルはあると思うから、まあ、そこ勝負だね、はい、私未来予想で菊池投手守護神に就任みたいななんか言った覚えあるんですよね言ってましたね言ってましたね、うん、どっかで、うん、だから球種的にはいいんだけどね、うん、だからそこだね、うん、もうちょっとまっすぐのもなんかこう質を上げていきたいね、はいうんうん、で、14試合投げて 1.6 球そうそうでしかも2軍では24試合投げて 1.44 だから、うん、こうクリアしてるんだよ、はい、1軍条件ね、うん、だからここは勝負だね、はい、そういった意味ではね成長をっていうところですね、うん、そうだからもうちょっとストレートの質を上げていければ、うん、守護神になれるとはいで、田中春也、うん、結構いい感じで育ってんちゃうね私あの始球式した時に先発でプロデビューって言ってで1勝1敗 2.40、はい、で2軍でも10試合に先発して 2.96 だから、うん、で二十歳でしょ2年目、うん、まあまあね、うん、いい感じで来てるね、はいうん、ここまで高卒2年目でね、うん、先発デビューしてますしね、うん、で、高野、はいね、頭がギーンっていく投げ方でしょ、まあ、だからここら辺はもう田中とかと勝負だね、うん、彼だけ怪我しちゃったんだよね、うん、確かあそうなんですか俺がいいんちゃうキャンプ見ていいんちゃうかなって思ったそうですね左手、うん、7月25日2軍でも2割6分8厘、ねまあ、怪我したからまあまあでもまあ高卒だからね、うん、2年目で友杉ね問題の友杉、はい2割1分7厘、うん、一時よかったのね、うん、一時ね2割1分7厘、うんうん、一気に確保してみて、はい、でオールスター明けで1割台落ちんちゃうかっていうところでちょっと踏ん張って今2割1分7厘になって、うん、でも蓋開けてみたら、はい、ショートオーガーが守ってますだから、うん、中村コンバーズ戦ってもよかったって、うん、そうですねもしくはいろんなとこ守れた方がいいやん、うん、だから藤岡もセカンドだけじゃなくてショートも守れたりしてたら、うんいいんちゃうかって思うけど4月5月ぐらいがめちゃくちゃイケイケだったんですよねうん、うん、そうそこからねでだって昨日イベントで、はい、次誰取ったらいいですかって言ったらもうまた内野って言われてたって言われてたよなファンがですか、まうん、内野ってドラフト1位どう取ったらいいですか内野って言われてたへえ。またって言ってまたショートガチャ始まりますそしたらもう宗山くんになっちゃいますよって言って、うん、行ったら終わるよって行こうかな行きそうなんですよね、2年連続明治の内野上田も取って、うんまあ、これはまたね戦略どこで取った方がいいかって、ねうん、考えよう、まあ、だからこの去年もおととしも、うん、その高校生の未来の成長的な感じだと、うん、いい感じに来てんだけど、はい、即戦力的な取った選手たちが、うん、ちょっと輝いてないよな、うん、そこら辺がちょっとだからその高校これ一番最悪がそのいい感じで育ってる高校生が育ちきれなかった場合誰もおらんってなるから、うん、そしたらもう暗黒、はいね、でその前が松川池田広畑秋山八木誰もおらん誰もおらんぞ毎日君にもう3年目やぞ今年ちなみに、3年前のドラフト、はい、ロッテね、後半ちゃんと新聞残してあるんですよ、うん、2021年10月12日の、はい、全部残していく、うんうん、その時ロッテ井口監督だったんですよ、はいね、その松川のドラフトね、うん100点満点以上お、ね、シミュレーション以上ですと、うんね、2位で池田君は DeNA の牧のようなイメージですと、うん、2塁も3塁もいけると思うと、うん、広畑君も我々はドラフト1位候補で考えていたので3位で取れたのは非常に良かったと、うん、ねって言ってます100点満点以上、うんまあ、難しいねそうですね、うん、想像と理想と現実はやっぱ違うからな、うんうん、選手が悪いかもしれないですね、うん、選手が悪いかもしれないですね、ま、期待に応えられてないとそういうことなんですっていうパターンもあるし、うん、目だねだってその年のドラフトで言ったらよだって桐敷とか3位だからねそうですよ阪神ね前川右京4位だったんだ前川選手ね、うんうんうんであとは下位の方だと末金6位6位ですよ、うん、で DeNA 梶原おー6位6位、うん、であとは
ソフトバンク野村勇美、まあ、ちょっと怪我しちゃったけどね、うん、でも新人初の2桁本塁打とかね、うん、上川畑9位北山8位、はい、だから何が悪いか分かんないね、うん、でもそうやって言ってたっていう情報です。はい、はい、でその前が鈴木翔太、中森、小川、川村、西川、まあ、川村は怪我してて ね、うん、で試合下にもなったけどね、うん、ここからっていうところもあるけど、まあ、鈴木翔太もやっとね、うん、今年さ4年目でね、うん、リリーフでね、うん、今一番リリーフで信用できるんちゃうかっていうぐらいね、はい、里崎チャンネル見てるしね。そうだ、あ、そうなんですか。え、言ってたじゃないですか、あの国吉君と鈴木翔太が。あ、言ってた。国吉と鈴木翔太ってあれ、うん、でしたっけ。そうだったと思いますよ、うん、坂本とかじゃなかった。いや、違います。鈴木翔太君です。最近ハマってるのは、うん、里崎チャンネルを見ることってどっちかが言ってましたよね。どっちかが言ってました。ラちゃんがやっぱ最近いいから褒められるからちゃうでも本当今年いいからね。いいですよね、うん、これ左のリリーフって日本球界あんまりおらんねん、うん、だからプレミア中に行けるかもかね。お正直ね、はい、でその前が佐々木朗希、佐藤、高部、横山、福田、うん、まあ福田はね、うん、あれに日本ハムにトレードになっちゃったけどね。まあちょっと即戦力系がうまくきてないな。確かに、うん、だからこれ育て系が育ちきれないと、うん、また暗黒になるな。今この今見た3年の中でがっちりレギュラーって何人いるんですか。もうがっちりレギュラー、この3年で、はい、がっちりレギュラー、うん、おらんで。鈴木翔太投手は4年前だ。いや、そっか。そうですよ。そっかそっか、うん、じゃあこの3年ではこう今もう入ってるよって人いないんだ。この 3年で、はい、絶対一軍にいるやつが友杉だけだから。ああ危ないよこれ。ちょっとそうですね、うん、まあ、未来に向けての、ね、未来に向けての期待値はあるけども、うん、だから最後の一押しが足りひんねん。そうですね、この足りないピースを即戦力で取ってんのに、はい、その足りないピースが活躍しないから、うん、最後の一押しができないから、で結局層も薄くなって疲れてきてバタつくね、はい、そうですね、分かってるやつメニューも、まあまあでも高校生はね、今二軍でいい感じになってるから、うん、まあ、それちょっとうまく育てばね、はい、熱くなるけども、それいつですかっていうのが気になるよね、うん、いつ出てきますかっていう、はい、まあ、ということで、まあ、去年のドラフトはまあ A 評価のままでいいよね、うん、そうですね、うん、これはまあね、でもぶっちゃけロッテの編成は即戦力を見極めれない、うん、っていう結論。いやだって即戦力って書いてんだから、うん、俺らが言ってるわけじゃないの、はい、即戦力って言ってんだから、うん、本人たちが、はい、でも即戦力ではないっていう感じです、はい、まあ、これをね見据えてね、また戦略を練っていきましょう。どこを取った方がいいのかというね。そうそうそう、はい、ちょっ、こんにちは。さあドラフトチェック、今日は DeNA 編です。はい、 DeNA 編もう疲れてくるよねまだ2本目ですよ今日ロッテ張り切って25分くらい喋っちゃった。そうそうそう、いろいろありすぎて、うん、やっぱりね、最初のチーム熱量高くなるね。そうなんですよ、あとやっぱり、あとやっぱ富山の大谷がねちょっと擦りすぎたね、あれ5分以上喋ってたもんな。面白すぎたね、うん、ちょっとあれ面白すぎた。いやちょっと本人見てたらなんか申し訳ないぐらいいじっちゃってる本当にだから去年はね、はい、DeNA、うん、DeNA の相性あれちゃう、神奈川の渡来ちゃうやっちゃうですね。神奈川の渡来。ただの自己紹介です。違うかな。はい、かな、相性は神奈川の渡来です。自己紹介。でもすいません、このくだり分かんない人は前回のロッテ見てください。うん、これロッテ、俺らはロッテ取ってもうすぐ DeNA 取ってるから、もう前の流れがあるけどね。はい、ちょっとロッテの真ん中ぐらいで。そうですね、うん、あ、でも2位だから序盤じゃない、序盤かな、うん、ちょっと見てほしいですね。はい、そうですね、でも渡来も言ってるかもね、はい、相性は神奈川の渡来絶対言われないと思いますよでも違う、千葉県市川市出身。あ、そう、千葉出身なんだ、うん、じゃあ千葉の渡来です。はい、はい、もう早速行きましょう、うん、はい、昨年は DeNA 評価 S と、佐々木チャンネル的には、渡来は内外野 OK で流動性も持って組めるでしょうと、うん、変則リリーフがいないから松本は面白いと、うん、で DeNA は、糸を組んでると、うん、ね、今永が抜けるなら1位2位は投手守護神候補が欲しいと、うん、ね、そこがまあ石田かなというところで、うん、今石田先発してるけどね、うん、で全体的に層が薄いから、大粒が欲しいと、ね、で高校生も欲しいかなっていうところで、うん、まあ、そういうね糸も組んでドラフト戦略はいけてんちゃうかっていうね、うん、ところで、横山使うと、はい、打撃能力は高く首位打者を狙える技術を持つ、うん、性格も明るく
ポジティブでプロ向きっていうね、ちょっと明るすぎて叩かれすぎたけどねちょっとね、出る杭打たれるパターンがもうな、別にいいやんな、まあね、明るいに越したことはないでね、でも、ビジターファンからするとイラッとするんだろうな、でもまあね、渡来も華々しい、ね、デビューしたけど、最近海老名とかね、梶原とか、大東、大東すごいから、ダイヤはね、ちょっとチャンスもなくなってね、あとバットコントロール能力が逆に高すぎる、だから当てちゃう、全部当てにいっちゃうから、ボール球でも当ててヒットになるけども、インコースとかも全部当てるから、それがちょっと選球眼の、この悪さが、ちょっとマイナスに触れてんちゃうかなって思うけども、あと守備ね、やっぱ守備力がちょっと落ちるから、まあ、もうちょっと守備力は上げた方がいいかなっていうところもあるけど、まあ、途中から筒香が帰ってきたりね、したことによってのちょっとバランスがね、外野の大きく変動していくから、そこら辺ちょっとチャンスがね、なかなかなくなってるけども、まあまあいいんちゃう、ね、ルーキーからしたら2024年のホームラン第1号ですよね。そうですよね、最高ですよ、はい、懐かしいなでもまあまあまあ良かったんちゃう、はい、良かったですね、でもあの感じだと内野は無理やな、もともとセカンドだったとか言って聞いてたけど、あれはエネス でセカンドがいい人いたんだよね、で外野に回ったっていうのもあるけども、ちょっと内野の守備力が落ちすぎるから外野に回ったんちゃうかっていうところもあると思うね、その同じような理由で、だからまあちょっと内野は無理やな、あれはもう外野だね、で、松本亮斗、ね、まあまあまあ、ちょっと DeNA もリリーフバタついたからね、まあ、その中でっていうところで、まあ、10試合に投げて 5.91、まあ、2軍でも 2.15、まあ、今年はプロの勉強やな、来年以降、まあ、まだまだ期待値を投げてる球はいい感じだからね、で、武田陸、これはもう未来やな、ね、ちょっと今外野が熱すぎるわ、高卒ですもんね、高卒ですよ、日本代表の4番です、石上、デビュー良かったけどな、やっぱね、やっぱ続かんかったな、打つのがね、正直、石上、この井上ね、この2人、あとは、そうか、この2人か、あと、勝俣ね、ここの3人ぐらいは、キャンプオープン戦良かったけどな、結局やっぱ長続きしなかったよね、井上がドラフト6位で打率1割9分、1軍では。2軍では2割9分9厘ホームラン8本だから、おまあいいのもあるんだよ、だからもう1軍の壁だね、これをどう乗り越えるか本人、で石上も、1軍では1割8分3厘、2軍で2割3厘や、どうしたん、もう迷いやろこれ瞑想中やな、でしかもで結局林とか出てるからな結局な1軍でだ、そういったところではチャンスはあるけどね、ちょっとつかみきれずっていう、で石田くんね、石田くんね、ね、いい感じでデビューして、いい感じデビューね、あとこっからだから、今プロの怖さ初めて知ってるから、今までイケイケだったから何でも怖いもの知らずイケだけど、打たれ出すと急に怖くなるね、甘くいったらとかね、でもまあこれはもう勉強だからね、でも4勝2敗だからね、でドラフト5位でね、これはまあ未来に向けてもまあまあいい感じだね、そう考えたらまあ構成は良かった、構成は良かったと思うけども、もうちょっと頑張らないといけないね、だからまあ未来の S かもしれないけど、1年で見たら A やな、1年で見たらね、結構みんな1軍は経験して、そう今壁に当たってここから成長するってところですね、だからまあ未来に向けてはいい感じになってくるんちゃうかっていう、構成もいいしね、そのバランスとか、やっぱりね、でその選手たちの頑張りもそうだし、まあ石上と井上は両方レギュラーになることないからね、どっちかが勝負だからね、両方内野手ですからね、そういった意味ではね、もち両方レギュラーになっていくって言ったらもう牧がファーストいかなきゃいけないから、まあそこら辺はまあ未来に向けてはあるかもしれないけども、バランス的にも良かったし、まあ S ではないね、これ渡れがもう絶対レギュラーだ、これ自由やな、ぐらいあったら S だったけど、まあ A やな、基準に考えるとね、で、その前のドラフトね、2022年、1位、松尾志陽、そうだ、で、2位が吉野、3位林、で、森下、橋本、
っていうところで、ね、うん、松尾君はまあいい感じでいけてんじゃん、うん、そうですね、今年もね、一軍でね、うん、ね、うん、感じ的に言えばね、はい、で、吉野、即戦力で入ってきたはずやなっていうな、吉野、出だしめちゃくちゃ遅いですね、今年初デビューしたじゃないですか、うん、あ、そうかも、一勝したんじゃないかな、うん、ああ、あの吉野ね、あの吉野ですよあの吉野がこの吉野ね、この吉野、うん、俺があのフレッシュオールスターでいいって言ってた、うん、もう使った方がいいよっていう吉野ね、吉野、うん、あ、それはいいわ、良くなってきてる、良くなってきてる、うん、こっからやな、はい、うん、でまあ林もまあいい感じできてるし、はい、で森下、うん、まあ森下はまだ高卒だからね、はい、ここはまあ修行だね、うんうん、橋本投手はまだ一軍デビューなしっていうことですね、うん、肩痛めてますね、うん、慶応から速球が肩痛めるとね、うまいね、うん、ポテンシャル出せなくなるからね、うん、まあ、でもまあ上位陣は頑張ってるよね、うん、まあ、上位陣重要だからね、はい、下位の選手は頑張ってくれたらラッキーだ、うん、上位陣がまあいい感じでも頑張ってるから、まあまあ、うん、1位3が出てきてますもんね、そうやね、うん、まあまあまあ、やっぱここもいい感じじゃん、はい、じゃあその前見てみる、はい、やっぱりバランスよくは取れてるよね、うん、DNA はね、はい、戦略はうまい、うん、戦略はうまい、うん、でその前が小園、徳山、相原、三浦、銀次、深澤、梶原、小園かな、うん、もう出てきてほしいんですけどね、まあ、来年が大学4年生の年だからな、うん、もう来年ぐらいにはもう出てきていかないと、もう、うん、小園って言ったらもう広島ってなっちゃうな、はい、もう現状になってるけどな、そっちのイメージはね、うん、強いですよね、でも梶原が6位です、はい、出てきてね、行くぞ、うん、プレミア中期下手したらすごい6位やからね、はい、でその前がね、リエマキ、うん、ね、まあ、マキが当たってるからね、うん、だから毎年いるね、これっていうのがね、うん、まあ、この多分松尾君もまあいい形で出てくるし、うん、まあ、林も今一軍出てるしね、はい、だから毎年一軍選手いんね、そもそもこの 3,4 年では結構じゃあハマってきてる人が多いってことですか、だって最低一人でも常時一軍にいるやつが一人いたらでかいじゃん、うん、でかい、大きいですね、正直ね、うん、だから去年で言うと渡来とか、はい、ね、途中から石田とか、まあ、どっか一回、まあ、誰かは常に一軍にいるやん、うん、22年が林でしょ、はい、で21年が梶原でしょ、はい、で20年が牧、うん、あ、そう思うと結構当たってる、ね、うん、もう毎年だからいい、ね、やっぱいい感じで来てるよね、うんうん、そういう意味では全員だって無理だからね、うん、その数に限界もあるからね、はい、でもやっぱりじゃあなんで B クラスなの、そこが問題あるよね、そうですね、うん、いい感じで来てて、うん、ピースを埋めて B クラスやで、うん、それはもう悪いの一つしかないよな、あれやな、あれですね、もう相手は言えへんけどあれやあれですか、うん、はい、あれや、多分みんなが思ってる通りや、はい、うん、俺は何も言ってへんからな、あ、それはでもまた次の動画で教えてくれるんですよね、うんうん、そう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 、うん、戦略のところで、戦略のところでね、うん、はい、うん、だからあの、うん、編成はいい仕事してると思う、うんうん、あとはこのね21年もドラフトを正直失敗しかけてるけどね、失敗しかけてるけどもう梶原がいたわ、おー6位から出てきた、うん、えっていう年になりかねないからね、うん、まあ、そういった意味ではまああの通信簿的にはいい感じできてるからええやな、はい、うん、うん、っていう感じです、はい、はい、さあドラフト通信簿今日は日本ハム編です、はい、今年頑張ってるから、うん、いい感じでね、ホップステップジャンプや、はい、ね、ほんと3年目でね新庄監督、うん、そう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 、うん、もうね一気にクライマックスシリーズを制して日本シリーズに行く可能性もあるね、うん、チーム状況ではあると思いますけども、はい、でもね、まあ、ドラフトがどうなったのか、うん、ね、昨年のドラフト、はい、1位細野、ね、うん、外れ外れです、うん、西田で行ってで前田外して細野です、はい、うん、で、新藤、宮崎、明瀬、星野の、はい、5人、うん、ね、っていうところが試合下のドラフトですけども、はい、ね、さあということで日本ハム、はい、評価は B です、うん、噂と加藤が抜けることを考えたら抜けな、噂は抜けなくてね、はい、加藤も FA するんちゃうかみたいに言われたからね、うん、はい、上位で投手は欲しいと、うん、で、試合下は細野のみ、もっと獲得するかと思ったと、うん、ね、捕手の現状に満足してないということで新藤の打撃にも期待と、うん、このドラフトでは来年は優勝や2位は難しいと、外国人補強がかなり重要になりそうと、うん、
矢沢の起用法が今後注目というところで、うん、だからまあね、でも言ってること間違ってないや、はい、こうドラフトで、うん、今チームの戦力になってないじゃん、うん、正直ね。そうですね、うんうん、でも外国人頑張ってるよ、はい、私あの加藤投手が抜けてないのと、あと山崎幸也投手が入ってくれるのも大きいよね。あ、そうそう、そこ大きかったよね、うんうん、でもまあ細野ね、はい、まあでも細野は、うん、まあ、時間かかりそうな感じだったもんね。そうですね、球速あるけど、まあ、制球力的なとこで、はい、でも交流戦の最後ね、はい、シートとバッテリー組まして阪神戦ね、そうそう、1位2位でね、うん、まあ、ああいうことをするのはいいで、うんうん、正直ね、はい、でその中で、でも2軍では、8試合、はい、7試合先発、うん、で、1.27、うん、結構抑えてるよね、うん、でも8試合しか投げてない、ね、これフレッシュ自体したら肩の怪我なんですよ。ああ、そうなんだ、肩の怪我がどこまでっていうのがちょっと心配ですね、うん、これはじゃあちょっとあれだね、うん、経過観察だね、はい、正直ね、うん、で、キャッチャーシート、はい、キャッチャーもね、うん、タミヤが出てきたからね。そうなんですよね。でタミヤが出てきて、うん、タミヤの穴を伏見の評価がまた上がってる、はい、今年ね、うん、現状状況変わったね、ハムのキャッチャー事情がね、2軍では2割3分2厘、はい、ホームラン4本、うん、だから勝負やな、はい、一歩間違ったらチャンスが5年後ぐらいになるな、うん、伏見がもうおっさんになってきてみたいな、はい、もしくは誰か怪我してみたいなね、うん、でもタミヤ選手も若いですしね、若い、うんうん、今ちょっとじゃ打率落ちてきてるけど、ね、そこで競争って感じですね、ここまあ踏ん張りどころだね、うん、でもまあ右左だからね、はい、まだ使い勝手はね あると思うけども、うん、はい、ちょっとキャッチャー事情が一気に変わってきたから、うん、ここはちょっと勝負だね、頑張んないとね、うんうん、で宮崎和樹、はい、外野ちょっと試合出てたんですね、うんうん、1軍では2割ね、はい、5打数1安打、うん、2軍では2割3分3厘のホームラン2本、うん、だもうちょっと水谷来たからね、はい、このドラフトの時よりチーム状況が一気に変わっていったから、うんうん、入る隙がないのよ、うんうん、このね星野日の出君も、うん、まあでもこれ高卒だから ね、 ですね、うん、はい、2軍では1割台、うん、ホームラン1本、うん、で、日瀬くん、うん、2軍で1割7分、うん、ホームラン2本、うん、まあ高卒だからね、はい、これはもうここからまたね頑張っていきましょうっていうところで、はい、外野はちょっともう今なかなか競争率激しいね、うん、はい、入る場所がね、うん、入る場所がないけども、まあまだね1年目だからね、はい、ここから修行してね、うん、どっかの隙を抜いていきましょうっていう、ファームでガンガン打つしかないかもしれないですね、うん、そうだね、うん、だからまあやっぱりこのドラフトでの選手たちで動向変わることはなかったね、やっぱりね、うん、一軍なかなか出てきてなかったからね、はい、だからまあ評価は B って言ったけど、まあそのままだね、うんうん、ね、まあ一軍で誰かが活躍してるってわけではないですもんね、そうそう、しかもこう1年目、うん、未来の B じゃないからね、はい、1年経っての B ってことだからね、うん、そういったところではね、まあここから未来にね、はい、期待していきましょうっていうね、はい、感じで、細野君のドラフトね、自分のストレートがどれだけ通用するか試したいと、本人ね、うん、新庄監督、人と違うことを恐れない、誰もやっていないことをやるのは勇気がいることだと思うんですけども、うん、すごく尊敬できる方と評したと、うん、新庄監督のことをね、うん、で自分の今のスタイルもみんなとは少し違うと思うので、その良さを残していきたいと、うん、新庄監督は1位の細野に自分で掴んだプロの世界なんで、1年目は細野君の好きなようにやってもらって、うん、ローテーションを勝ち取ってほしいと、他の選手は実際に動き、オーラ、野球に対する姿勢を見てから、今日はもう、全てスカウトの方たちに意見を任せたと、うん、星と一塁が渋滞しているということはどうですかと、困らせてるんじゃない俺を、でも争わせるのはすごくいいこと、うん、だから星と一塁しか多いんじゃないですか、うん、って、はい、いや俺を困らそうと編成がしてんちゃうか慎重さらしいね、そういうコメントいいね勉強になるねね、だからまあ1年目はね、もう自由にやってくれと、はい、ね、で自分で勝ち取れと、うん、だからまあ来年からがね、チームも含めた勝負になってくるかも分からないね、はい、そういう意味ではね、で、その前、はい、去年のルーキーたち、ね、うん、去年のルーキーたちね、日本ハム、はい、どうでしたっけ1位、矢沢、あーそうだ、矢沢、金村、うん、加藤豪介、安西、奈良間、宮内、うん、はい、っていうところで、うん、矢沢今年全然出てけへんな、うん、もうでも
外野いらんしな、うん、もう二刀流的なのがもういらないよね、うん、でリリーフがもうカーノが一本立ちしてで宮西今年いいし ね、 いいですね、うん、だから、まあ、1軍で 4.05 2軍でも 5.06 やもんな。13試合リリーフ、うん、あんま投げてへんな、うん、正直打つのやってんのかな、打つのやってへんのちゃうか、これデータ量載ってないから、うん、ちょっと微妙やな、はい、伸び悩みやな、うん、でも金村これも、はい、今もね、うん、いい感じでなってきてるし、はい、佐藤豪介、うん、ちょっと期待外れ感あるよな、うん、ちょっと出番が、うん、ちょ守備も雑いしな最近、三試合におられたらね、うん、全力でファースト投げられてたもんでも若干引っ掛けてたで、うん、あれ全力で投げて悪送球投げたら一番恥ずかしいからね、うん、またね、でしかもな打つのもそんな打ってへんしな、そうっすね、うん、1割7分9厘だもん、うん、でも29歳だからね、ちょっと番手が下がってますよね、うん、まあ、2軍では2割9分7厘4本塁打と打ってるけど、うん、これだともうマイナーリーガーになっちゃうからね、はい、1軍じゃ無理みたいなね、うん、で安西、はい、まあ、まだ出てたんですね、そうそうそう、まだまあ高卒だからね、はい、とこは聞く側やで、うん、そうですよ、私の推しでしたから、で、うん、でも京都出身や、はい、そうです、ね、はい、とこ聞くからね、奈良間くん、まあ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 って感じ、はい、試合はね、奈良間くんも私の推しですから、うん、試合もよう頑張ってる、はい、正直ね、うん、静岡のね、もうちょっと頑張っていかないとね、負けていっちゃうね、打つのがね、はい、で宮内くん、うん、宮内くん怪我ね、うん、もうでも年齢は年齢だけに頑張んないとな、あーそっか、うん、ちょっとオールドルーキーなのか、うん、そう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 、社会人からですか、うん、うん、っていう感じだね、はい、正直ね、でこの時の、評価で言うと、いいドラフトができました、うん、まずは矢沢君と僕の希望だった加藤君が無事に指名できてよかったですと、うん、全体的に即戦力が多いのは僕が来年勝負をかけているので、できたら即戦力を取りたいとスカウトの方々に若者を言ってその方向に行ってもらったっていうね、うん、即戦力、まあ一軍にはいるけどな、七間とかもね、はい、うん、でもまあ金村がね、うん、まあ一番かな、確か1年ぐらいも金村が出たけど怪我しました、うん、そう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 、あれもったいなかったよね、はい、うん、正直ね、いい感じで言ってたのにね、はい、新人王候補もね、うまくいけばいけるんちゃうかみたいな感じだったけどね、うん、でその前が立つ有園、水野、坂口、黒柳、うん、長谷川、松浦、北山、上川端、うん、と上位はパッとせんやけどな、うん、1位に、はい、でも下位に2つが北山、はい、上川畑で、うん、で水野選手もですよね、そうそう3位ね、うん、うん、でその前が伊藤博美、曽畑だからね、あそこのその辺がいいのか、うん、でその前が川野龍生、お1位ね、うん、でその前が吉田野村、生ため、うん、万波、タミヤ、ここもいいね、いいね、まあ、吉田も今オリックスで頑張ってるし、うん、生ためも今ね、はい、リリーフでいい感じだしね、うん、でその前が清宮、うん、まあだからまあまあ今頑張れてる人たちをドラフトでちゃんと取れてね、うん、頑張れてるよな、しかもそれ結果残してるからね、この年誰もいないなって年がほぼいないってことですか、そうだね、うん、いないね、うん、だからそこら辺はまたしかもチームの主軸で頑張ってるのも大きいね、うん、はい、だからいい感じで来てるから、うん、だからまあ今年の選手も3年後見たら、うん、おーってなってるかもしれないね、はい、ちょっと即戦力にはなんなかったけどもね、うん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 、2021年の育成で取ってるのが矢田川君ですからね、おお、今少子化で、ね、3年ぐらい、あと福島もね、うん、そうですね、うん、育成をね、うん、選抜したりも、うん、そうなんですよ、してるしね、まあ、3年ぐらい高校生が、うん、うん、なんか立つくんだけどもなんかですね、そうやな、もうそろそろちょっとね、ドラフト1位ですからね、そういう意味ではね、うん、立つ有園ね、この1位2位 ね、はい、が出てきたらまだよりねフレッシュでそう熱くなるけども、はい、まあそれは今年3年目だからまあまあ 大学4年生のね来年ぐらいの、はい、やっぱ 4,5 年目だね、うん、そこでまあうまく出てこれればっていうところあるけども、まあ毎年できてるから全くみたいなのがないからね、うん、だからそこでしかもそれがチームの結構結果残してるからね、はい、中心的になってるところが、うん、まあいいかもわかんないね、うん、だから本当にあの今年1年目の選手も、まあ、これ毎年やっていくからね、はい、3年後になったらおーってなってるかもしれないね、うんうん、だからまあそこが支え、やっぱりドラフトが支えるな、そうですね、これこっからずっとやっていくけど、うん、やっぱり勝ててないところは
心配してんだろうな、うん、多分ね、この年がとかやりそうですよね、誰もおらんみたいなね、うん、はい、いるけど行ったり来たりみたいなね、うん、っていうことでも、まあハムはね本当に、まあ、はい、今の成績がやっぱドラフト戦略に結びつけてるっていうのもあるかもしれない、ね、うん、ドラフト人たちが成長してきて今支えてるって感じですね、はい、あ、じゃあだから弱い時のドラフトうまくいけねえんじゃん、逆に言うと、うん、そんなこともない、そんなこともない、いるけど勝ててなかった、はい、そうなんだ、はい、はい、ありがとうございました、はい、ちょっこんにちは、さあドラフト通信部、今日は阪神タイガース編ということでね、はい、まあ、あの今日今のこう撮影してる時はまだ3位、はい、でも DeNA が迫ってきてる、結構詰めてきてますね、うん、これどうなんだろうね、うん、この動画が公表される頃にはね、はい、っていうところで、昨年ドラフト、はい、1位下村、うん、2位椎葉、うん、山田、桃崎、石黒、須田、うん、ね、松原、福島、はい、誰もいない、はい、まあ、いないっていうか、まあ、壁も厚いからね、うん、そうそう、出る隙もないですからね、基本的にね、いや、その時のコメント、はい、評価 S、うん、重複を避けたい戦略ドラフト、うん、まあ、内野がね、北条とか戦力外にしてるから、うん、内野が欲しいっていうところで、まあ、このね、山田、そして桃崎の高校生2人を取れたのは大きいと、はい、で育成の松原に注目と、うん、岡留めと勝負になると、キャンプでアピールして開幕まで試合感になるっていうところが、うん、そのね、あの松原君の、挑戦、うん、で近年高校生を多く獲得しているから即戦力が多め、来年も将来も見据えていいドラフトだったと思うって言ってる、うん、はい、で、岡田監督、うん、他球団の動きも想定内、100点満点だと、ね、下村を中心に大卒社会人独立リーグ出身の即戦力番4名を指名し、ショートも守れるで、高卒の内野手の2人を指名したと、うん、指揮官は100点でええよと、うん、最初から投手に内野2人は想定通りや、過去1勝8敗だった強豪での抽選を避け単独指名を決め、他球団の動向というか大体思った通り相手の出方を見てうまいことくくり抜けるというか、ズバリハマってないってにやり、うん、下村の最終的な指名は当日の昼に決めたと、下村については、上背はそんなにないけど、今年ブレイクした村上見たタイプと、とにかくカットボールがえぐいと聞いていると、投手動くというかね、そういうピッチャー陣の中に入ってどんどん投げてほしいっていうね、うん、ところで、はい、ちょっと怪我だからね、そうなんですよ、手術だもんね、うん、トミー・ジョンね、うん、まあだからまあ山崎幸也とかね、じゃあ山崎幸也だわ、山崎伊織とかね、はい、うん、みたいにね、こうまあこうもうやるしかないよね、うん、頑張ってね、はい、じゃあちょっとまあ 2,3 年後ってそうやな、うん、で行くしかないね、はい、シーバ君、これもうシーバ大谷はこの独立からのすぐちゃうかって言われてて中で、しかも今年阪神リリーフ結構ね、湯浅もいないし、はい、ね、もう結構総崩れになってるところで出てけへんかったな、うん、はい、石井がね、いい働きしてるけども、うん、椎葉君投げてないですからね、まだね、うん、で1軍に上がってきてないし、うん、2軍でも21試合投げて 4.43、うん、ちょっと悪すぎるな、うん、でも結構このドラフトの中では即戦力としては評価の高いピッチャーだったんですね、未来型と全部分かれてすごかったっていう評価だったんですね、うんうん、これだと独立リーグの評価が下がっちゃうな、うん、大谷の時も、そうですね、結構だって独立リーグでのピッチャー過去最高のドラフト順位だったんですよ、確かね、2位とその、うん、柴君と大谷とね、スピードが最近は出てないって聞いてますよね、うん、ちょっと本当に、いや、あのもう本当、野球のピッチャーのマックスとゴルフのベストスコアほど当てにならへんもんないねふわってなんですね、一回出したらそれや、はい、いつだ、いつ出したんですか問題、確かにベストスコア10年前ですみたいな人もいますもんね、絶対いいんだよ、うん、本当もうゴルフのベストと野球のマックスほど本当当てにならないもんないね、うん、アベレージ言ってくれっていうね、はい、そうですねアベレージ、うんうん、確かにアベレージで書くべきかもしれないですね、そうだよ、マックスじゃなくて、うん、正直、はい、でまあ山田も尾崎はね、うん、まあまあまあこれはもう未来に向けてだから、はい、成績だけ見とこうかな、うん、山田くんね楽しみだな、うん、これから2軍で2割1分2厘、はい、でも208打数立ってるから、うん、結構打席立ってるからね、はい、まあ、それはチームのね、はい、しっかり育成していこうっていう、うん、でこの桃田くんも、93打数、うん、あ桃崎ね、うん、で1割7分2厘、まあここら辺はもう育成だね、うん、ね
山田君育英からね、うんうん、で石黒、はい、石黒これが高校から社会人ですね、うん、JR 西日本3試合 5.40、うん、2軍だとでも 1.95 だからまあまあまあこれは佐々木チャンネル指数でいうと合格点だからね、はい、2軍での防御率1点だよね、うん、まあここからまあもう一踏ん張りだね、うん、出てくるんじゃないかと、うん、で津田、はい、2軍で 5.83 これはやばいね、うん、でも先発6試合1勝5敗、はい、まあここからだね、うんうん、まあ、下村君のトミー・ジョンがちょっと想定外だったな。そうですね、正直ね、まあ、これはまあ仕方ないけどね、うん、ただ結構なんか ゆとりのあるドラフトな感じはしましたけど、ね、そうそう、まあ、慌ててないからね、いるからね、うん、はい、と思ったらよ、うん、そうそう、と思ったらってね、はい、うん、そう余裕あるねだったらけど、うん、蓋開けてみたら、うん、大忙し、はい、伊藤将司、はい、人下の今年みたいな、村上も語れへんし、はい、ね、うん、そのエース対決で踏ん張りきれんもんな、うん、最後のだ、まあ、でも高橋遥とかね、はい、帰ってきたのは、うん、大きいけども、本当ちょっと何気に苦しんでるよ。で門別もね、はい、キャンプだけだったな、大フィーバー、ね、だからまだまた、ね、もうちょっと時間かかんねんで、うん、もうなんか今すぐ行けるぐらいのね、だって岡田さんも言ってたもんな、そんなお前っつって、うん、メディアだけが騒ぐね。ね、でも岡田さんのあの熱中具合というか、ずっと門別投手の後ろで見てますからね、うん、ブルペンとかも、うん、で青柳もパッとせえへんしな、はい、ちょっと先発足りひんもんな。あと大竹か、うん、今年8勝7敗、はい、まあ、あとちょっと打線の援護がなくて勝ち星が増えんところもあるから、はい、そこら辺はちょっとさっぴいかなきゃいけない、ね、そうですね、うん、成績ではね、うん、でもリリーフはね、石井、はい、桐敷、うん、ね、ここら辺の頑張りはあるけども、うん、まあだから去年のドラフトでいうと、まあ、B やな、うん、正直、はい、シーバ君は出てきてもよかったんちゃうかっていう、このドラフトの時のね、うん、評価で言うとね、はい、でもちょっと残念な感じだね、うん、それもあってババを出してるはずなんですよね、ゲームドラフトで。ああ、そうですね、ケラを切ってやってるの、うんうん、だからそこら辺はちょっとね、うん、っていうところはあるよね、はい、1軍で1試合も投げられへんって想定してなかったよな、うん、それはね、正直ね、上位で上位で、そうそうそう、はい、で、おととしね、はい、阪神去年のルーキー、うん、森下、門別、うん、いつぼ、茨城、戸井、富田、うん、ね、ほら森下、うん、ね、もうここはね、うん、だから言ったよ俺が、将来的に言ったら佐野の方が伸びてくるかもしれないけど、来年だったらもう森下の方が絶対いいから、来年優勝するためにはっつってね、うん、よかったしね、本当に、うん、今も何気にまあもう頑張れてるしな、うんうん、いや怒られたけど、キャラなのかな、言われやすいんやと思うんですよ。サドテルと森下の2人、個人は大城、阪神はあの2人だから多分ね、うん、俺はもうあの初球から打っていく積極性がなくなったらもう森下の意味ないで、ね、あの空気を読まない積極的な方が持ち味ないからな、あれがいいのね、うん、ルーキーからやっぱずっと構成出続けてるところがすごいですよ。そう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 、うん、うん、で門別も2軍では 2.29 防御率いいから、まあまあまあね、今年だってまだ2年目だもんね、はい、うん、まあまあまあ、そう、慌てんなって話だよね、そうです、正直ね、はい、うん、いつぼ、うん、いいのみたいな、いいの、うん、阪神もちょっと謎があるからね、あの、うん、いいけど使わへんっていう、はい、一軍一回も上がってきてないもんな、上がってきてないんですよ、外野だから、うん、小野寺とかと競争なんか、野口ね、あ、野口ね、うん、あ、確かにキャンプで野口選手もね、うん、あと前川が出てきたからね、うん、レフトにはまっちゃうと前川、はい、近本、あの森下になるもんね、うん、でも左ピッチャーの時とかワンチャン試してみても面白いよな、うん、でももう今からちょっと忙しいから試せんな、はい、うん、ちょっと今からはね、うん、まあ、日本ハムで85試合の2割8分6厘ですから、うん、そうそうそう、うん、まあまあいい感じで来てるからね、いい、はい、うん、でもまあ高校生の2年目だからね、1年も結構よくて、そうだね、最初めっちゃ良かったよな、うん、めっちゃ良かったんですよ、うん、で、はい、で、茨城、はい、これ先生押してなかった、欲しいですよ、うん、帝京長岡ね、うん、この衝動とかドラフト候補ですから、うんうん、結構キャンプの時も門別投手と茨城投手で、うん、高卒のね、2年目ですごい注目されてました、うんうん、でも高卒2年目で18試合投げて15先発いいよね、うん、そのローテーション的にはね、うん、感じ的にね、はい、いい感じで期待されてる感じが、うん、そうそうそう、だからまあ高卒だからね、はい、いい感じの感じでは来てる、うん、で、戸井君、はい、その前に富田行こう、うん、ピッチャー見てるから、はい、いい感じですね、でも1軍でちょろっと投げて、ちょろっと言っても25試合投げて、うん、で0点台ですから、うん、リリーフはめちゃくちゃになってますよね、うんうんうん、で2軍でも 2.12 でしょ、はい、
で、しかもドラフト6位でしょ、うん、もう上等でしょ、これは上等ですね、すごい、うん、いいね、うん、だからこのやっぱ22年のドラフトいいね、この年めっちゃいいですね、1位でレギュラーでしょ、うん、で、下位も1軍で、ね、あ投げてて、うん、まあ、リーフがね、人いなくなって困った時にもう投げれてた、穴埋めれてるし、はい、うん、で、この2位から5位までは高校生だから確かに、でしっかりで下でもちゃんと試合出てるからね、うん、いるやん他の球団で、え怪我なんみたいな、どこにいるの、育成なんみたいなね、うんうん、のあるけどちゃんと出てるしね、この年はでも完璧ですね結構、うん、で戸井君も2軍で241打数で2割4分9厘だから、うん、高卒1年目で、はい、上等やな、上等ですよ、うん、だ即戦力として取った大卒と社会人が2人とも出てて、うん、役割果たしてるね、うん、で高校 S やな、うん、今の状況はね、これ10年後分かんないよ、うん、でもここ いいな、このドラフトはね、この年すごい、おいい、うん、で、おととし、うん、おととしはおととしこれで森木、鈴木、桐敷、前川、岡留、豊田、中川、うん、ね、森木どうしたやろ、うん、高1ぐらいから注目されてたもんな、もっと言うと中学校からし、うん、あ軟式で100何十キロみたいなやつやんな、もう中学校からですよ、はい、うんうん、2軍でも 10.05 14試合、うん、コーチに忘れ物やな、もう一回高知高校で自主トレやな、ルーキーイヤーに先発してるんですね、一応、うん、そっから出てきてない、でこの年も阪神矢野監督ビッグスリーの森木が残っていたというのは本当に大きいと、うん、投手は右2人左2人を指名について、森木が残っていた流れからトータル左を補強できたとか、岡田も取れて、全体的な流れがすごく良かったなと思うっていうね、うん、だからまあ桐敷は最強だね、はい、形式、だ前側も伸びてきたしね、うん、で岡留もまあ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 、うん、まあでもまあここで森木、鈴木どこ行ったん、2軍でも 4.6 にきついね、うん、中川君がね結構いい感じがする、2軍ででしょ、うん、はい、うん、高卒で、うん、あの坂本と梅ちゃんの当たり強いからね、そう、もう中川とか明とか言われんでもう今からは無理やで、このクソ忙しい時に経験値ないやつ勝負はあの潰れる可能性ある、うん、そうですね、うん、今一番ね佳境ですからね、そうそうそう、うん、その選手がね、うん、でもまあここもまあねいい感じし、これで森木が出てきてくれたらね、うん、最高なんやけど、そこが出てこれへんところがまあ仕方ないけどね、うん、全員がうまくいかへんからね、そうですね、うん、その前が2020年が里出る伊藤将司だからね、うん、で佐藤蓮、坂枝、村上、中野、うん、高寺、石井だから、うん、えぐいな、そこはすごいですね、で育成で岩田、うん、でその前が西純也、井上、及川、遠藤、藤田、小川、小野寺、奥山、うん、ここがちょっと微妙やな、うん、まあ、この前井上が初ホームラン打ったけど、はい、近本、小畑、木浪、斎藤、川原、湯浅、おその前が馬場、高橋、熊谷、島田、谷川真希、石井、でその前大山、佐伯だからね、浜地、糸原、でも結構、昨年ぐらいですごいいいドラフトになってますね、昨年でグワ取るな、うん、ガーが当たるな、当たりーって3、4人みたいな、みたいな、甲子園のドラフトじゃあ、それその年じゃないですか、じゃあ、あー、未来ね、うん、それはどうなん、戦略上なん、たまたまなん、たまたま、いや、戦略で昨年で以降はないじゃないですか、毎年良かったら、もうそれは最高なんですからね、割とね、阪神のドラフト、高校生が、うん、試合で出るんで、体強いイメージがあるんですよ、ね、あと、ちゃんと使ってるのがいいね、うん、やっぱ2軍でね、はい、試合も、よくあるやん、なんか、うん、高卒1年目で、体作りとか、うん、いや、あの、高校の時も試合してんねんから、はい、できんねんって、そうですね、別にだって試合は一緒やん、うん、別にあの高校とじゃプロで試合出たら、うん、いや高校は5ぐらいしか疲れないけどプロ10ぐらい疲れるよとかないやん、一緒ですよ、ね、まあ、もちろんプレッシャーとかそういうのは出るかも分かんないけど、うん、でも高校もね甲子園かかったりしたらプレッシャーなわけだから、うん、常に全力ですよ、うん、だからそれが毎日試合あるか毎日ないかだけであって、うん、そんなん使えよな、うん、これやろ、そう、だから体も強くなるしでかくなっていくんやからな、うん、だからやっぱこの阪神の2軍のように高卒でもおちゃんと試合出てるやん、うん、200打数立ってるやんとか、うん、やっていかなあかんやな、そうですね、うん、でも使えんおっさんは試合出さなくていいやろそんなもんチームのためにならへんやん、うん、使えん1軍で使えんおっさん試合出して2軍で
優勝争いとか一番意味ないやん、若手を成長させてほしいですね、うん、だそういった意味では、まあ、このいいね阪神いい、うんこのうん、でも結構やっぱ確年で来てるってことは、うん、一昨年良かったじゃん、あ去年が良かったじゃないですか、うん、ってことは今年のドラフトがじゃあ去年は分かんってこと、あれ、あれ中去年がどうでしただったんですよ、今見て、いや去年はまだまだ誰も出てきてないんですよね、まだ誰も出てきてないから、今年ね、今年そうやな、ぐわってくるかもしれないです、うん、まあそこはね、分析して、うん、はい、いきましょう、はい、はい、さあ今日は楽天のドラフト通信簿というところで、はい、昨年ね、1位コジャですけども、はい、まあ、1位コジャ、2位酒井、3位日向、4位、うん、ウォータース、うん、5位松田、6位中島、7位大内、8位青野、はい、ね、で育成は誰も取ってないんだよね、取ってないですね、はい、常広行って外して、うん、前田行って外して、うん、でコジャ、はい、ね、で昨年の佐々木チャンネルでは評価 B、うん、勝負は5年後ですドラフト、うん、原点に帰って育成に力を入れます、昨年獲得した即戦力、うん、庄司、駒子、伊藤、渡辺でどうにかする、うん、即戦力投手が欲しいっていうところで、まあ、小蛇をね、1位は小蛇投手、うん、取ったというところ、うん、だって高校生多いからね、うん、多いですね、酒井、日向、ウォータース、うん、で大内、うん、青野は高校生で、うん、中島と松田と小蛇がね、はい、大卒って言ったところで、うん、まあ、原点回避でね、はい、FA とかでいっぱい取ったけども育成力入れますよっていうね、うん、はい、ところのドラフトでしたっていうね、でその中で、はい、ヒサがスカウトは小蛇に対してゆったりとした間のある独特フォームで伸びのある直球やスライダー、チェンジアップを投げる、能力の高い左腕ですというね、はい、ところと今井監督にとってはほろ苦いドラフト会議デビューと、ね、くじ2つ外してと、うん、でも左腕が少ないし今いる選手の刺激にもなると思うと、うん、小蛇取ったんでね、うん、で人の思いを背負うことはなかなかない、緊張したとね、うん、初ドラフトを、振り返って、いますけども、はい、まあまあ小蛇、うん、頑張ってるよね、まあ、今後半が出てきていいですよ、うん、そう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 、うん、この前の竹内との投げ合いも勝ったしね、うん、はい、うん、5勝5敗 4.25、はい、ね、まあ、2軍では 1.78 だからね、うん、4勝2敗だ、まあいい感じで来てるから、はい、まあ、10勝は無理かも分かんないけど、うん、あと 2,3 伸ばしたいね、貯金作って終わりたいよね、うん、今年ね、はい、うん、で良くなってきてます、3敗、はい、まあ、高卒だから、ね、うん、そうですね、うん、3勝1敗 7.65、うん、15試合2000発、うん、まあまあここからやな、はい、日向、はい、フォームでいい感じですよ、 1.84、うん、しかも28試合投げて、うん、いいやん、いいですね、ね、うん、リリーフ、はい、思い切って一軍でも一瞬でも見たいけどな、うん、東海大菅生、いいですね、うん、こう体大きい感じでね、いいね、うん、でウォータース、はい、試合出てへんねん、怪我でしたっけ、なんか1月25日に怪我したらしくて、うん、はい、でも育成です、そこからね、はい、あのもう今体鍛えていきましょう、はい、で松田、はい、ちょっと1軍で投げたんですよね、うん、1軍で7試合、はい、先発1回 3.60、うん、2軍で 4.18、はい、もうちょっと頑張っていかなきゃいけないね、うん、まあ、谷間でチャンスもらって投げたって感じだね、はい、で、ちょっと先ピッチャー行こう、大内、うん、2軍で 4.25、はい、8試合5先発まあまあここからだね、はい、うん、で中島、はい、よかったけどね、うん、怪我して、うん、やっぱチャンスで怪我しちゃダメなんだよ、2割4分5厘外野はまるかって思いましたけどね、ねえ、いい感じに、もう一回振り出しに戻るになっちゃうからね、うん、で、もう一人が青野、はい、まあ、ここ高校生だけどね、うん、1割3分8厘、はい、まあまあまあでもね、うん、抽選外したけど小蛇がいい形になってきて、はい、ね、早川、藤井、小蛇でね、左腕で、あ、うん、ほら、唐島トレードでもよかったやろ、ね、もう使わへんや、うん、結構左腕先発がね、今いい感じに充実してきたんで、いいね、もういらんや、うん、いや、でもいてほしい、いや、本人のためにならへんね、そうですね、出てきてほしいけどな、うん、でもそういったところではまあね、あとはまあね、はい、その酒井、日向、ウォータース、うん、ね、大内はまあ育成だし、はい、ね、まあ、松田、まあ、中島は結果で痛かったよね、うん、まあ、今ギリギリのラインだからね、はい、どうなんだろうね、これが出る頃にはね、うん、そうなんですよ、でもまあ若手もどんどん出てきてるからね、うん、はい、いい感じじゃない、うん、ね、なんか最近あんまり若手高卒で取った選手たちが出てくるってイメージがなかったので、うんうん、そうだね、ここでこう育ってきてほしいですね、うんうんうん、
で、昨年ね、はい、庄司、はい、1位、うん、駒子渡辺、伊藤真央、うん、平、うん、林、はい、庄司怪我2軍では、でも7試合6先発してないから、うん、あんま投げてへんよな、うん、2軍でも最後に投げたのが7月28なので、うん、で佐々木チャンネル高評価だった駒子選手ね、はい、なんかあんまりやな出てこないですね、うんうん、1軍でも今季2試合、はい、でも2軍ではそこそこ投げてます、ね、あでも先発してんのかな、だ次期先発候補としてやってるんですかね。じゃあもう来年に向けてかな、うん、ね、で渡辺翔太、はい、これはまあね、うんうん、もう安定だね、安定なのはリリーフ、うんうん、はい、で伊藤真央、うん、もうリリーフとしてね、うん、でもあんまり試合数投げてないね、うん、でも2軍では、ね、34試合投げて 1.98 だから、はい、結構ちょこちょこ1軍と2軍行ったり来たりして、うん、そうだね、リリーフやってますね、うん、で平、はい、まあちょっとポジションないかな、うん、いい感じのとこは見せるけどやっぱあと打つことだね、うん、正直ね、私デビューしましたけどね、うん、2軍でも1割台やからな、うん、それじゃ良さ出えへんよな、はい、で林、はい、あ怪我したの、いや、この2023年の11月に手術してるんですけど、うん、6月にでようやくブルペンで投げてる様子を、うん、だからちょっと見上げる中だと思うんですよね、そっかそっか、だからここがやっぱり庄司か駒子が出てこなきゃいけないよね、うん、そこが出てきてないことが、うんうん、ちょっと一番もう一つね、うん、もう一つ上行くためには、はい、そこが必要だね、うん、楽天 CGM 当時、はい、スカウトと一緒に考えていた完璧に近いドラフトだった、まずはポテンシャルということで大事にした、うん、庄司は即戦力というプレッシャーをかけずに大きく育ってほしい、うん、将来的に中心戦術になるような投手になってほしいと、うん、それだけのスケールの大きさを持っていると思いますというところでね、うん、まあそうなっていかなきゃいけないよね、そりゃそうですね、まあここだね、うん、今の楽天がもうワンランクアップするためには、うん、庄司、駒子、はい、どっちか行かなきゃいけない、ね、そうですね、うん、うん、で野手もね、辰巳とか、まあ、中島も、まあ、怪我しなくてうまくいったし、うん、で小郷いて、うん、で小深田、うん、で村林選手もいて、浅村のこの最近これが激しいのがね、ちょっとありますね、こうチームに直結してるっていうところもあるからね、うん、はい、あと層の厚さね、うん、野手はね、はい、でもピッチャーか、うん、ここどっちかが出てきたらめっちゃいいのにね、で、そ、うん、でその前のドラフト、はい、楽天吉野、安田、前田対松井、西垣、吉川、うん、誰もおらんな、ここがそうですね、まあ、安田選手が今ね登録されてますけどね、そう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 、ね、もうちょっと使えばいいのにね、うん、うん、松井も高橋光成に似てるけど出ないかな、うん、もうちょっとやな、なんかが足りひんのやろな、うん、西垣ね、吉野どこ行った、うん、2割6分7厘ホームランゼロなんや、うん、なんかパンチ力ありゲーだったような気がするけど ね、 そうそうね、イメージ的にはね、でもほっそりはしてたんですけど、塩見系なんですよね、うん、確かに塩見に弟子入りかしてるはず、うん、あ、そうなんだ、ヤクルトの、はい、うん、そういち蹴りたいんだし、まあまだ高卒やからな、うん、まあここら辺は、ね、うん、成長を3年目か、うんうん、待っていこうっていう感じはあるけどもね、はい、だから宮森もね、うん、出方良かったけどね、はい、どこ行ったんっていう、うん、1年間に出てましたけどね、うん、でその前が早川、藤井ね、うん、でまあ内星流がいて、うん、そこでね、そうですね、で19年が小深田、うん、それから辰巳ね、うん、太田、湯気、渡辺大吾、鈴木ソロ、この年は神ドラフトって言われてるんですよ、うん、そうだね、ほぼみんなでいるっていう、うん、で17年、うん、山崎剛やっと一番上がってきたな、はい、どこに行ってたんだろうってなってましたね、いたね、いたね、はい、うん、でここがそんなんなんだよね、あ、そうなんですよね、うん、あのただここって言っても分かんないですからね、うん、17年17年で16年もあんまりなんだよね、そうですね、結構今のチームって18年ドラフトで結構賄ってるというか、だから17、16、15、うん、14、その辺が本当にないんですよね、がもう大失敗、うん、こう4年も誰も出てきえへんはちょっときついな、まあでも2015年村林がね、はい、ドラフト7位から出てきてるけど8年目9年目でね、うん、でもちょっとまだなんか山あり谷ありやもんな、はい、高梨とかもういないからね、うん、いいけどね、はい、だからちょっとここら辺がで森原もいいのいなくなるね、うん、そうなんです、結構そうなんですその時なんかリリーフが
結構もう余ってるって余ってるってね、うんうん、だから、まあ、まあ今もリリーフはね、うん、なんかまあまあ数いるからね、まあ、あれだけど若干ここら辺のドラフトが失敗してんな、はい、14、15、16、17やな、はい、18以降が結構出てきてはいるんですよ、ね、そうだね、それがまあちょこちょこだから、だからこのもやっぱりこの21、22、23のドラフトが、うん、やっぱこの2、3年の勝負には伸びてくるが大事になってくる ね、うん、だからまあこうじゃもう本当まあまあ良かったからね、良、うん、かったよね、いい感じで、ドラフト1位が結構いい感じに育ってきてる感じはあるので、庄司、うん、投手頑張ってほしいですね、庄司、うん、吉野ね、はい、この21年ドラフトのやつらもうそろそろ出てこないと、ちょっとね、はい、松井投手も大田ローテーション入るぐらい頑張ってほしい、うんうん、そうだね、はい、あと庄司駒子だね、うん、ここら辺が来年1軍に定着して入ってくると、うん、もっと戦力バシってくるかもしれないね、先発が安定するんですけどね、そうだね、そこら辺がこの A クラスにはまるかどうかが勝負になるかもしれないね、はい、うん、まあ、それを踏まえてね、はい、ドラフト戦略考えていきましょう、どこ行くんだろうな、うん、はい、さあドラフト通信部今日はヤクルト編でございます、はいはい、ということで、うん、最下位に沈んでますけど、はい、ね、まあやっぱりピッチャーきつかったな、はい、だ言ってんの去年の評価でもね、はい、ヤクルト、うん、評価は B プラスと、野手はいらない、ほぼ投手でいいと、うん、ね、鈴木は獲得したことで内山のコンバートもありえるかもしれないと、うん、上位投手3名が来年のヤクルトの順位を大きく変える、はまらなかったら暗黒時代突入です、おー当たってんちゃう確かに上位3人、うん、じゃあちょっと見ていきましょう、見ていこうかね、うんうん、ドラフト1位がね、はい、竹内外して強豪でね、うん、で西舘浩太専修大学、うん、で松本健吾トヨタから、うん、で石原裕樹明治から、で鈴木京、うん、ね、とこはきく、はい、キャッチャー、うん、で伊藤、うん、内野手、はい、BC 名古屋、な新潟からね、5人ですね、うん、っていうところで、うん、西田って、はい、1軍1回もなく、ね、2軍でも5試合登板2先発、うん、5.00、ね、西田投手昨年のドラフト、うん、高津監督、ヤクルトは上位3人大学社会人を連続指名したと、うん、3球団強豪の高学院竹内は外したが、外れ1位で専修大西舘を単独指名、高津監督はまさか単独で非常に嬉しい、2位でアジア大の後輩であるトヨタ自動車松本、3位で左腕の明治石原と続けた、今季は12球団ワーストの防御率 3.66 投手力アップをと説明したと、うん、はい、ね、戦略通りいきましたと、ね、っていうところでまず西舘君は1軍でいませんと、はい、ね、で、松本、いや華々しいデビューだったんですよ、うん、一勝一敗だって、あのデビュー戦が完封勝利とかだったんですよね、うんうん、5月15日ね、うん、広島戦、はい、で次の5月26日中日戦に2回3分の1、うん、4失点、はい、でその後6月7日交流戦で日本ハム戦、うん、3回3失点、うん、でそこから登板だし、はい、怪我？怪我リストに入ってない、うん、でその後2軍でも11試合5先発 2.33 やから、うん、そんな投げてへんやん、投げてないんです、そうなんですよね、もうちょっと投げてもいいよね、だって今別に先発足りてるわけじゃないのにね、うん、そうですね、怪我じゃなかったらね、そんな2回ダメだっただけで、うん、ノーチャンスってね、うん、で続いて石原、はい、先生おすすめの、はい、これね、明治からで先生ドラフトの時ご利用しだったご利用しだった、俺、うん、本当活躍してくると思ってたんですよ、ヤクルトになりそうで、でもリリーフだよ、うん、そうなんですよ、うん、20試合登板、先発0、はい、6.87、うん、ちょっとあれだね、うん、苦しいね、はい、まだデビューなしと、はい、で4位、鈴木京、はい、これ1軍上がってきてたよね、もう私のご利用し、うん、はい、ね、京くん、私も結構ヒット打ったんですよね、そう、4打数2安打、うん、はい、ね、まああの出場は2試合ね、うん、うん、でも2軍では1割5、6人だったけどまあまあまあ1軍でなんかこう勢いよく、大舞台に強いいるからね、2軍は打てへんくせに1軍に上がってきて打つやついるからね、たまに、そういうタイプかもしれない、そういうタイプかもしれないね、でも未来のキャッチャーとして、うん、で伊藤、うん、1軍で1試合出てるね、ダイソーかなんかなのかな、守備固めか、うん、2軍では2割2分2厘、でも内野ももう長岡が今年ね、うん、タイトル取るかぐらいいってるし、うん、ね、まあ、宮本は外野とか守ってるけども、ね、うん、まあ、竹岡とかいたり松田ね、はい、まあ、でもここら辺勝負だね、で山田哲人もいるし、うん、まあまあまあまだね、はい、21歳、うん、
まあ、ここから勝負だね、はい、うん、BC リーグ新潟からなんですね、ね、うんうん、でもちょっと上位3人きついな、やっぱそこがやっぱりね、来年のヤクルトを占うっていうところでやっぱそこが結果出せてないところが今のねチームの苦しさでもあるよね、うん、この3人が1軍で全員ハマってたら全然チーム状況違うかもしれないですよね、全然、うん、違ったと思う、うん、ね、で、その前ね、はい、2022年ドラフトのヤクルトで言えば、はい、吉村、うん、西村瑠衣と、うん、沢井蓮、坂本拓海、北村圭吾、うん、っていうね、ところが、で、はい、育成で橋本ね、うん、吉村も、うん、もっと5勝8敗もっとな、そうですね、なんか普通の感じになってるな、普通のピッチャーみたいな、ね、うん、はい、もっといけるはずだよね、うん、なんかね、で、坂本拓海、うん、まあでも高卒だからね、はい、ここら辺はまあまあ2軍で8試合1先発 9.37、うん、北村2軍で2割6分8厘、うん、沢井蓮、はい、まあ、面白みはあるけどね、沢井はね、はい、パンチ強心でね、はい、うん、でその前が、うん、山下、丸山、柴田、小森、竹山、うん、高津監督、最初のくじを当てられなかったが隅で外してね、うん、山下に左投手に野手、高校生野手、投手とバランスよく指名できた、予定通り上位3人は大学社会人、4位5位を鍛えて大きく成長させていかないといけない、勝てるチーム選手に育ってほしい、うん、誰もな、うん、でこの3年結構あれですね、そうなんです、出てきてないですね、うん、まあ、吉村がね、うん、まあまあまあ、ね、来てるけども、その前が木沢山野、うん、内山、本山、並木、カテカル、うん、本山は西武に行って、うん、4安打打ってたわ、はい、まあ、木沢がね、ちょっと今年ねパッとしないけど、まあまあね、で山野も、まあ、今年やっと先発してきてっていうね、うん、その前奥川、吉田、杉山、大西、長岡、竹岡、うん、回頑張ってるね、はい、大西、長岡ね、うん、奥川投げたらいいねんけどな、うん、その前清水で、その前が村上、金久保、宮本、うん、塩見、まあ、今年塩見の怪我みたいよな、うん、結局ね、その前が寺島、星、梅野、うん、5位に古賀、51位原弘岡、高橋奎二、うん、ここ10年が少ない感じですか、やっぱり。そうだね、うん、この5年ぐらい、だからやっぱ投手をどうにかしなきゃいけないって思ってんだよね、うん、思ってんだけども、ここ近年で先発がおらへんねんて、うん、もうリリーフばっかりやね、うん、清水も大西も木澤も、うん、そうやし、先発用に取ってはいるんですよね、多分先発と思って取っけど、うん、だからその19年の吉田、杉山とかな、はい、先発と思って取るんやけど、あと山下とかね、うん、山野とか、うん、ちゃんとならへんねんな、うん、え、先発、まあ、強いて言ったら2015年の3位の高橋奎二までおらへんで、うん、先発になったやつ、こんなにドラフト取ってる吉村投手の前が、うん、うん、そりゃ弱いって先発、うん、でその前行くと、はい、2012年の小川、これで2人目やで、これで2人目やで、うん、でそれまでにリリーフも、まあ、秋吉とかね、うん、もう杉浦もうおらへんやな、うん、石山ね、うん、小川と1位2位だから、はい、でその前行くと先発やで、うん、今選手がちゃうで過去遡ってます今。C で言ったら川島だけど、うん、まあ一瞬光っただけやからな、新人王で。そしたらもう2002年の立山になんねん。へえ。いわば2002年の立山から2012年の10年後あの小川まで、はい、先発ローテバシーってハマって長年活躍したやつゼロ人。2年間3年間とかでもいないんですか。いない。あ、2年間だからまあ中澤とか一瞬やん、一瞬ですね、赤川とか、うん、吉典、うん、加藤、増渕、高市、村中、高
確かになんかローテーションも持ってますっていう感じが、川島、立山で2002年、うん、で2001年が石川、お1999年の藤井、うん、92年の伊藤智人さん、うん、はい、91年の石井和久さん、うん、で90年の岡林さん、うん、89年の西村さん、はい、で88年の川崎健次郎さんで、まあ、86年内藤ギャウス内藤さんとか、うん、で85年伊藤明光さん、ちょっとここ近年が、いや先発取ってくるのが下手くそすぎる、うん、いないもん。そうですね、びっくりするぐらい。だってもう10年に1人じゃないですか、うん、2002年、2012年、うん、で吉村投手が2022年、10年に1人先発ローテーション組めるやつ取ってこれへんって、はい、終わってるって赤まで、そう言われても仕方ないよね。そうです、だって苦しいわけですもんね。おだって先発苦しい苦しいって言うやん、うん、はい、そりゃそうやで、10年に1人しか先発ローテーションを長年、はい、あの務めれるやつ取れてへんね、うん、そうですね、そらおらんやろ、うん、でもチーム方針で、はい、なんかすぐ中継ぎに持っていきたがるっていうのもあるんですか。ないやろ、こんなに先発おらへんねんか ら, だからまず中継ぎから見てみよう、はい、去年の終わりも確か吉村君を救援でとか言って記事出たはずなんです、高津さん、うん、今先発やってるじゃないですか、うん、なんかみんな救援から行くんかなと思っちゃうんですよね、石原君とか今救援やってるって言うされてるから、うんうんうん、ヤクルトの方針がちょっと分かんないですけど、うん、まず救援なの方針か、方針かな、方針なんです、不思議なんですよ、だから石原君をリリーフやってるのも不思議なんですよね、うんうんうん、でも先発おらへんねんで、おらへんのにまず救援からっておかしいやん、うん、そうシステム、システムがそうですね、やめさないのかね、うんでも10年に1人やで、うん、まあまあ、あの10年に1人で1人、10年に1人ともオリンピック2回組んで、うん、まあ、吉村投手は今後長いか分かんないし、まあ、高橋奎二投手とかもいるけど、それにしてもやっぱ少ないですね、少なすぎるよ、うん、リリーフはいるけど、もうこれドラフト戦略大失敗やろ、これも。でも結構1位で隅田投手とか竹内投手外してるんですね。でも、うん、まあその外すのもあれだけど、うん、逆に外して良かったパターンもあるわけ、まあ、確かに正直それはね、あるあるですからね。おうだから外さなかったらとかね、うん、っていうのはまあ、だって山田テストとか外してるのね、確かに村上もそうじゃん、うん、外してるんだからね、うん、だからそこら辺はね、それはもうそれを戦略に持っていってやらなきゃいけないから、うん、確かに先発ドラフトでとだからいつもこうね、外国人先発がね、うん、必ずなったりとかいますか、ね、そうそうそう、先発折れへんなって言うけど、うん、よくよく見たら、はい、それ折れへんよ、そうそうそう、10年に1回だもん、はい、ここら辺もっとスカウト編成はちゃんと見極めていかないと、うんうん、先発だっていうね、うんうん、ちょっと苦しいよね、はい、っていうところが、うん、だから今年のドラフトも一歩間違ったら C とかになっちゃうよね、うん、そうですね、うん、誰か出てきてほしいですけどね、うん、だからまあ言った通りね、この上位3人が活躍頑張れないことが、うん、やっぱりあの今年の低迷にもつながってるし、うん、やっぱドラフトで先発安定的に投げれるやつを10年に1回しか取れてないことが、うん、まあ、今のチームになってるよ ね、 そ, うですね、そこら辺ちょっと見直さないと、うん、ちょっとなかなか厳しいよね、はい、うんうん、でもその中でよく2連覇した高津さん手腕もあるけどね、そうですね、うん、すごいですね、そう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 、うん、確かにその時も先発ってそんなに豊富だったわけではない気がするんですよ、うん、そう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 そこさえね、加われば鬼に金棒だから、うん、そこは編成もちょっとちゃんとやっていかないと、うん、なかなか苦しいよね、うんうん、だってこのヤクルトの時、この山下1人の時も石川の後継者が取れたっつってね、うん、いや石川の後継者ってレベル高いからね、石川投手はまあ200勝だなと思ってますからね、すごいですから、うん、まあ、ということで、はいはい、今日は西武ライオンズ編ということで、はい、早々に最下位に撃沈して、うん、で、渡辺監督代行も辞任して、はい、GM も辞めるっていうね、うん、勢いの中で、まあまあどうなるか分かんないけどね、はい、でもまあいいんじゃないね、それが一番ね、あの自分の責任を取るのに、うん、ね、自分で作ったチームの最後監督になってそれできなかったら両方自するわね、うん、俺はもうかなりいい選択だと思うけども、はい、ドラフトね、うん、昨年、はい、竹内を3球団重複で指名して取れて、はい、松井前監督ね、うん、いい仕事してね、うん、で、竹内、上田、うん、杉山、成田、宮沢、村田、糸川と、うん、野手一人だけでね、はい、ピッチャーを6人指名して、うん、西武、評価 SS、はい、12球団で一番いいドラフトだったと思いますと、うん、竹内と上田獲得したことで来年の戦力アップは間違いなし、山川次第で大きく戦力は変わる、うん、
変わったね。まだ分かってなかったからね。変わったね、はい、大きく戦力ね、山川次第でね、うん、でリリーフ守護神が補強ポイント、大砲系外野手も欲しい、うん、おかわり君の後釜が村田レオン君になればいいなっていうね、うん、ところで、はい、あ結構いい線いってる、当たってんだよ全部、うん、ね、リリーフがっていうね、はい、松井監督ね、はい、国学院のスクールカラー赤紫のパンツを履いて、うん、くじ引きに挑んで引きましたって言って、どうでもいい話してる。いや、勝負かけてきたってことですかね、そのぐらいね、何だけして、あの1年後を見ると恥ずかしいですね。トガメ使うとコントロールよく完成度の高い器用でクレバーな投手です、うん、でも今の西武で貯金作ってんのは、うん、竹内すごいよね、はい、今7勝5敗、7勝5敗です、うん、防御率 2.34 だもん、うん、ちょっと最近ね、うん、あの疲れてきてるところもあるかもわかんないけども、うん、もうだってもう新人を筆頭ですよね。でもこっから古者が伸びてきたらどうする。あー確かに、あと金村も、金村もね権利あるから、権利あるし、そっか、長谷川とか、でもやっぱ1年通して投げてるっていうのが竹内投手大きい気もしますけどね。だから10勝いったら確定すると思うけど、うん、こう1桁だったらちょっと割れそうやんな。割れそうですね。西武で7勝っていうのに意味があると思うよね。ありますね、うんうん、正直ね、うん、でもまあまあすごいピッチャーだったね。いやすごいですね、前評判通りのね、うん、本当にすごいピッチャーだった、うん、ね、ここからの伸びしろもね、はい、楽しみだね、うん、とうとう神セブンって言われた中で唯一ずっと投げてるピッチャーですよね、うん、神セブンもいた、神セブンいましたよ、とうとういた、いました、いましたね、今年はとうとう大学のピッチャーは豊富だって言って神セブンいましたから。俺それ活動してんのかと思ってたけど、そうですか。コチャも遠い横浜だからさ、とうとう神セブン、これ違うグループや、違うグループ、違うグループ、竹内、細野、常広、はい、下村、西立、2人、西立、うん、で草加、はい、そんなグループ、とうとう神セブン、とうとう神セブンだったんですよ。2人とミージョン、休養、休養、休養、一人勉強、一人研修生、紅白引っ張ったね。すごいわ。本当すごい。すごいです。はい。で次ね、上田大河、はい、大正大から、うん。最近ね、投げてますよね。まあいいところ見せて、もう日本では 1.71 だからね、うん。いいところ見せてるよね。はい、うん。そういったところでは、うん、来年とかバシッて出てきそうなね。確かに。雰囲気あるけどね。うん、で次で杉山春樹、はい。これまあ高卒だからね。うん、でも左投げで47番やから期待したかいよ、うん、工藤さんの背番号でしょ、はい、横浜で、ね、あの 4.25、うん、2勝3敗、はい、6試合先発、まあ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 、うん、こっからでしょ、はい、そんなね慌てることなく期待値も高いんちゃうかっていうね、うん、はい、成田春瀬怪我、うん、まあ高校生だからね、はい、宮沢大成、うん、アイランドリーグ徳島2軍で 5.00、うん、8試合リリーフ、あんま投げてへんの、うん、村田レオン君、おー来たー、あのアグレッシブと無茶は違うのよ。もったいないよな、もうあの、うん、あれで怪我はほんともったいなかったよ。そうですね、多分日本で一番喜んだの佐々木チャンネル、多分ね、来たーっていう、ほんとにね、だってあのいろんなところで伊勢のラオウって言っても全員ピントをずれてるから、はい、あの理解してくれへんねんな、うん、そうなんですよ、世の中に浸透してなさすぎて、うん、ねえ、うん、本当に色が言うのにねえ、いやでも本当にね出てきてね、よかったんですけどね、もったいない、それなのにあのね、うん、フェンス直撃、あんなも怪我したらあかんねんって、うん、ねえ一気に行くんちゃうかと、2軍で3割5分1厘やで、本当によかったですよ、1軍上がってくるタイミングも良かったしな、うん、こもったいないよな、もう若林と一緒やん、これだったらね、1軍4試合ですね、もったいない、もったいない、怪我ですね、うん、で、糸川、はい、1軍で投げてるよ、いっぱい、9.8人、2軍で2.1人してるよ、まあまあ、エネオスから、うん、まあ来年かな、うん、まあでも、良かったと思うけどな、うん、ね、上田もいい感じで来てるしね、1位、2位が、うん、そうそう、いい感じで出てきてますからね、来てるしね、うん、村田レオン君は惜しかったけどね、うん、あとシンクレア・ジョセフ・コウノスケとか、はい、
シンクレア・ジョセフ楽しみですけどね、うんうん、まあ、佐々木チャンネルが唯一楽しみにしているっていうね、はい、多分ね、うん、一番ね、はい、シンクレア・ジョセフ幸之助、うん、2軍も試合出てへんや、うん、怪我かこれは完全に。パン出てます。え、出てる。ジョセフ4年目だったらシンクレア別人ですね多分。そんなにもいる。あ、俺ピッチャーのシンクレア見てたわ。違う。じゃあ俺らのシンクレアはピッチャーやから、うん、ジョセフもいんねん。ジョセフもいるのか。これシンクレアだ。シンクレアこれです。1年目です、ね。うんうん、そうそうそう。そうかそうか。10025番、うん、試合出てへんねん。あ、なるほど。うん、でもあの奥村選手が、うん、そのもう育成1、2、3、4、5、6位の奥村選手が出てますよね。そうだね。あと俺のジョセフね。うん、あの試合化されるんちゃうかと思った俺のジョセフ。はい。ね、尿リクーブになるんやから、うん、あ、シンクレアの方がってことですよね。そう、シンクレアの方が育成1位の方、育成1位、ね、アイランドリーグから、はい、ジョセフ幸之助ですね、うん、あとあの袴田さんのモンテル、はい、モンテル袴田さんのモンテルもう2割6分くり、おお、一発ないな、うん、なんかめちゃくちゃポテンシャル高いって聞いてたんだけど、うん、まあまあまあこっからだね、はい、正直ね、うん、うん、ちなみに、はい、去年、うん、2022年、はい、昼間、吉川、野田、青山、うん、山田、小玉、うん、昼間ももうちょっとやろ、もうちょっとやろ、出てましたよね、試合にはね、もうなんか、うん、一皮、二皮向けていかないと2割2分5厘だからね、うん、そんなスピードもあるわけじゃないけどね、うん、でも2割2分じゃしっかり打ってんだけどもね、うん、まあここからね、どこまで成長していくか、うん、吉川2割7分3厘ホームラン1本、まあまあ高卒だから2年目やから、うん、そうですね、まあ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 ね、うん、いい感じになってるし、野田海と日本の試合2割5分24打数、うん、まあまあまあ、うん、青山、はい、まあ、今年関東もしたしね、うん、まあもうちょっとやな、里崎チャンネルを見てくれてる青山選手、そう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 、うん、2.67、1勝4敗、うん、まあもうちょっとやな、でも一軍の一員にはなってますからね。山あり谷ありなんだよ、うん、取られる時にちょっとでかすぎるから、はい、もうちょっと安定的に行きたいね、うんうん、正直ね。山田春人、はい、近江高校や、うん、10.20、 あ、ちょっとあれやな、うん、先生の押し加減によりは頑張れてないね、ねえ、児玉、まあ出るけどね試合、うん、これっていうのがないよな、やっぱり、うん、めちゃくちゃスピードがあるわけでもないし、うん、なんかね、はい、ちょっと小粒感あるな、うん、ね、まあ、ただ一軍ではまあ2人活躍というかね、うん、そうそうそう、まあ、出てるっていう感じ で、その前が西武、はい、隅田、佐藤、古賀、羽田、黒田、中山、ここはいいね、ここいいですね、うん、隅田、佐藤も頑張ってるしね、うん、まあ、古賀もね、うん、羽田も出てきて、はい、いい感じで出るしてるし、うん、ドラフトはいいね、うん、そっからだね結局、はい、ね、だって西武のドラフト見ててももういいもん、うん、もう毎回西武のドラフト見て絶賛してますもんね、すごいですよね、うん、あ、でもあれだな、20年が誰も出てきてないね、渡辺、佐々木、山村、まあ、山村がね、うん、今ファーストで、まあ、頑張ってるけどもう一落ち、で若林、大曲、ブランド、中見川、中見川、うん、でここで水上がね買いに行くけど、はい、水上も最初に良かったけどね、うん、ちょっとなんか続かんよな、でその前が宮川、浜谷、松岡、川野、柘植、井上、上間、上間だよね、上間、上間、うん、上間、上間かな、うん、岸、ね、うん、でその前が松本、渡辺、山野辺、淡津、牧野、森脇、佐藤龍生、うん、佐藤龍生出戻りでね、はい、頑張ってるね、うん、で松本、渡辺雄太もやっとできたしね、うん、その前が斉藤、西川やっとこね、はい、今年が出てきて、うん、伊藤、平、与座、網島、うん、その前が今井、中塚、源田、鈴木翔平、平井、田村、うん、まあちょこちょこ出てくるけどな、うん、なんかで試合出てる感じでなんかこう12球団ハイレベルじゃないもんね、うん、試合出てるっていうだけだもんね、うん、そこら辺がね、だから パンチ力あるんがいないよね、そうですね、特にね、まあ、その前は田和田ね、うん、まあちょっと病気にもなってあれだけどね、うん、でその前は高橋光良ね、殿崎、でその前が森、山川、うん、それすごいですね、うん、でもやっぱ固まっていい選手が多い時期ってありますもんね、いるけど最近はそこまでいい選手やね、うん、まあ、一軍では出てるけどみたいなね、うんうん、
もう一山超えてないところがちょっときつさかな、うん、まあ、ピッチャーはいいけどね、うんうん、今西武野手ってこうなかなかこうスター選手って今実際いないですもんね。そうやな、うん、そういったところでもちょっと野手のこれっていうのが伸びてきてないところがちょっと今苦しいところだね、はい、取ってはいるけどね、伸びてきてない。レギュラーコロコロ変わりますからね。そうだね、うん、まあ、これを見ながらね戦略考えましょう。はい、さあドラフト通信簿ということで今日はジャイアンツでございます、はい、ね、うん、まあ、昨年は、うん、ね、2球団重複で西舘、うん、中央大学の西舘を引いて、はい、ね、1位西舘、2位、森田、うん、本田鈴鹿から、うん、で佐々木、伊豆口、うん、またぎと、はい、ね、で取って、まあ、育成では三浦、村山、宇都宮、田之上、園田、千葉、平山、うん、っていうところで、はい、佐々木チャンネル評価、はい、評価 A です、うん、はい、3年連続 B クラスは許されない、来年優勝しますドラフトです。お、30歳前後の内外野の層が薄いから、うん、佐々木伊豆口を獲得、うん、補強はリリーフ、もしかしたら西舘がリリーフに、うん、左先発30歳前後がいないから、森田、またぎは先発の可能性、一歩間違えたら、危機的状況ドラフト。お、だから誰もダメだったらね、うん、っていうところ で結構いい感じに、俺何気に分析ちゃんとできてない、うんうん、すごいっすよ、うん、西舘もリリーフになってるし、はい、佐々木伊豆口もね、うん、まあ、ちょっと、まあ、レギュラーまでは難しかったけど、はい、うん、まあまあ一軍でね、うん、もあるし、でも結構見せましたよね、うん、いいところね。でまたぎも左がいないからって言って、はい、まあね、チャンスはもらえてるよね、うん、結果はね、うん、そんなバチバチハマってるわけじゃないけど、はい、チャンスはもらえてるっていうところでいいんちゃう。そうですね、まあ、西舘先発きついな。この前のピッチング見てたらやっぱこれっていう球ないね。ないどれも普通だね、はい、スライダーのフォームしかない、ね、うん、でなかったら勝ってもんな、勝った、逃げなかった、うん、でしかもこの前も初回155キロぐらい出てたけど、うん、もう最後145キロになってて、うん、もう疲れましたみたいな感じ。まあでもそう1年目キャンプオープン戦とリリーフの準備してきて、うん、シーズンリリーフで入ってで1ヶ月で先発やれ、もうそれは難しいよね、さすがに1年目で。だからそこらへんは仕方ないかなっていうところもあるけども、うん、どうするんやろな今後、そこポイントやな、うん、あとねこれロッテの東にも通じるんだけど、うん、ずっとクイックやめた方がいいよ。クイックの速さは確かに武器だけど、はい、うん、プロはバカじゃないから、はい、ずっとクイックだったら、うん、合わせるから、まあ、確かに慣れちゃいますよね、うん、だから、うん、ゆっくり投げたり、うん、クイックで投げたりするから難しいじゃん、はい、だから慣れてきて合わせてくるから、うん、足上げるのも練習した方がいい、うん、でクイックもありますよの方がタイミング取りづらいよ、はい、クイックだけが武器ですってちょっともったいないからね、うんうんうん、そこら辺はもうちょっと足上げたりっていうのも取り入れて、うん、タイミングをずらすっていうのもやった方がいいし、うん、ね、でそういったところで言うとね、西舘ね、はい、今年、うん、まあ、前半良かったけどね、はい、大勢が帰ってきてね、うん、大勢今バルドナード、札幌様いいしね、うん、他にね代わりができてきたからね、うん、西舘が疲れてきたというところとね同じぐらいの時にね、でその中で、まあ、西舘ね、はい、1勝3敗1、うん、4.23 はきついよな、うん、防御率ね。で森田怪我です、うん、2軍でも投げてません、はい、佐々木俊介伊豆口、そうです、佐々木選手もめちゃくちゃ期待したんだけどな、もう一回な、伊豆口2割6厘、はい、これ門脇がね打ってなくてチャンスなんだけどね、うん、正直ね。で佐々木2割2分8厘、はい、これじゃレギュラーなれへんねんな、うん、結局打つのが大事だけど最初勢いありましたけどね、もう一皮だね、うん、向けていかないとね、はい、ここはで、ピッチャー滝、うん、もう一皮やな、うん、チャンスは得てるんやけどな、うん、だからまあなんとか使用感は出るけど、うん、やっぱり A やったな、やっぱ S じゃなかったな、うん、評価は、うん、正しかったね、うん、そういったところではね、もう一つ、なんかもう一つやな、うん、1年目はね、うん、ただ森田選手以外はみんな一軍打出てるんですね。そう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 、うん、そのために取ってきてますからね、まあ、即戦力っていうためにね、確かに開幕からできてるんで、うん、だからそのね3年連続 B クラスは許されない、来年優勝しますよドラフトなんて、うん、そうかそうか、うん、だからそこがまあ、うん、バックアップ要因には慣れてるね、はい、私西舘投手も序盤からすごい必要なピースではありましたしね、良かったからね、うん、だからこっから勝負だね、うん、こっからどうなっていくんやっていうところがこのシーズン終盤に向けて大事になってくると思うけども、うん、
こう一歩間違ったら危機的ドラフトになりますよ、はい、やっぱそうですよね、うん、来年もしかしたら誰もいないそうそう、うん、なったらもう一気に層が薄くなるから、はい、っていうところではね、うん、っていうのもあるけども、はい、その前でね2022年で言えば浅野、はい、あそうだおヘルナンデス怪我していなくなって浅野を救ってるからね、貫禄、はい、ありますね、はい、その代わりに消えた萩尾、あ確かに浅野の台頭とともに消えました、うん、バントね、バントできない萩尾から、うん、そりゃできひんやろ、したことないねんから三冠王バントしたことないねんからで、田中千春、うん、今年あんまり出てきえへんな、うん、ファンカーの時にギターで歌った時しか見たことないそうなんだ、はい、で、門脇ね、あまあ、うん、ね、うん、レギュラー剥奪ね、うん、もう、うん、ちょっとレギュラーっていうの早すぎだね、はい、うん、早すぎだね、あまりにも掴んだと思いましたけどね、坂本選手のことは、いやそれはいないから言ってるだけで、うん、勝ち取ったんじゃないもんね、うん、空いてたからっていうね、でも空いてて1年ちゃんとやったじゃないですか、うん、だから掴んだと思ったけどね、それが難しいんだこれ、ね、そうですね、船場さんも、うん、だから何気に2022年船場さんはね、うん、浅野も今いいし、まあ門脇ね、うん、だまあまあいいよね、うん、4、5がね、うん、田中千春、まあ、今年も自分でちょっと投げたけどね、うん、2軍で21試合しか投げてへんけど先発7、先発やんのかな、うん、ちょっと怪我、怪我はしてんの、うん、あと萩尾、うん、まあ、今年も1軍でね、あの51試合、うん、だここで2割1分1厘しか打ててないから、うん、結局浅野とかに抜かれちゃうんだよね、確かに2軍では2割6分4厘で7本塁打やから、まあまあそこそこね、うん、打ててるけども、そうこれね、だからヘルナンデスと取りに行かないですからね、うん、そうだね、だからここで丸とか下手ってきた時にこの萩尾とかが出てこないとね、うん、苦しくなるなっていうところはあるけど、まあまあでもねとは言いながらね、うん、まあまあ頑張って、船場さんもでかかったね、うん、2年目の人たちが頑張ってますね、で、2021年ジャイアンツ、大勢、山田、赤星、石田、岡田、白木、花田、うん、原監督党中心になったが非常にバランスの取れたいいドラフト、90点以上ですね、上位3人は先発ローテーションを目指して十分戦える、そのつもりでジャイアンツの門を叩いてもらいたい、4位から7位も非常に魅力ある選手たちが残ってくれた、大勢守護神だけどね、はい、いやこれ大勢はね、うん、水野さんがもう大勢でって言ってご利用しして大勢に行って、はい、だからまあ本当頼むと大勢って水野さん思ってたらしくて、うん、でもまあそこは成功したね、うん、ルーキーからすごい活躍でしたからね、すごいですよ、うん、でも山田はどこ行ったそうですね、社会人からですけどね、うん、ドラフトに、ね、期待値高かったのに、はい、高かったよね、めっちゃ高かった光で、うん、でも2軍で22試合で 1.35 だから本当ですね、もうこれは9大点だね、うん、いいよね、はい、でも1軍左、高梨か、うん、バルドナード、うん、今村とかとの勝負になった、そうです ね、22試合で 1.35 だから、うん、もうね、うん、デビューしてもいいぐらい、赤星はね、もう一、うん、もう一つね、うん、もう普通にいいね、普通にね、普通にね、これが、この普通っていうのが問題なんで、はい、こっからどうね、抜け出していくかが、うん、勝負やね、うんうん、これっていう、これっていうのがないね、普通にいいピッチャー、はい、石田、はい、東海大相模、うん、試合出てへん、はい、うん、あ、怪我なんだ、岡田、はい、法政から、うん、まあ、1年目とか一瞬光り輝いたけどね、今年も一瞬上がってきた気が、うん、あと花田ピッチャー、はい、怪我ね、もうみんな怪我、うん、で岡田がピリッとしないから佐々木とか取られるからね、そうですね、うん、1割4分3厘、うん、2分では2割3分1厘のホームラン6本、パンチ力あるね、はい、でもアベレージ悪いね、うん、で近年のドラフトでいうとその前が平内、山崎より中山、中山消えたね、うん、あ、一瞬上がってきましたよね、はい、で伊藤、秋広いないね、うん、確かに出てこない、一気に阿部監督になって、うん、一気にノーチャンスやな、師匠おらんくなったからですかね、うん、師匠誰、師匠の中田選手の置いちゃったんですかね、うん、でその前がいい堀田、太田、菊田、井上、うん、山瀬、伊藤、まあ誰も出てきてる、堀田投手もな、うん、出てきそうと思いながらな、うん、ちょろっとね、あ、井上今頑張ってるよね、いい感じ、いい感じ、ハルトとかね、あ、もういいんじゃないですか、うん、いい感じ、いい感じ、はい、頑張ってますで、高橋、増田、直江、横川、松井、戸郷、まあここは戸郷がね、うん、だからここの横川とかがもう井上に負けちゃった感じだよね、うん、うん、まあ、最近ぼちぼちやな、うん、でもやっぱり野手が、まあ浅野がやっと来てくれて、このまま行ってくれたらいいけどね、うん、
でもまだちょっと浮き沈みあるからね、うん、そこら辺の踏ん張りどころかなっていうところもあるけども、まあやっぱこの3年のドラフトに未来のジャイアンツかかってんな、うん、これがうまく育つか育ちきらないかで、うん、そんな毎年上昇軍団いけませんよみたいなね、うん、今年だってあのヘルナンデス取ってこれてなかったら終わってたからな。確かにそうかもしれない、うんうん、でヘルナンデスいなくなってモンテスいなかったらやばかったよな、はい、でも坂本もやっぱ落ちていくしな、うん、この今まで支えてきた人もう丸もね、うん、今年はめっちゃ頑張ってるけど、ここら辺が落ちてくるときにやっぱこう若手が変わっていかなきゃいけない、うん、その変わってくるのがおらんからな、うん、今まだその人たちが支えてるから頑張れてるけど、ここちょっとね昔みたいに FA でがんじがらめでチーム強くするとかもできてへんし、うん、最近 FA そんなに取ってないですよね、うん、だからこのちょっとドラフトこの 2,3 年のこの選手たちの頑張りがね、うんうん、私今年やっぱ菅野投手が復活してるっていうのが大きいですからね、うん、そうそうそう13勝今、うんうん、でもそれでもねずっと菅野ももうね、そう、うん、そうもうだいぶベテランですから、うんうん、だからそれこの本当3年のドラフトがかかってるね、うん、そうですね、未来のジャイアンツどうなるのかね、うん、そういった意味ではね、うん、2年後ね、はい、この振り返りした時に、うん、いやーやっぱりここがクソだったなみたいな感じになるか、はい、いやここがやっぱ支えたねっていうのがなるかね、うん、ちょっと未来また見ていきましょう、はい、はい、ホークス編ということでね、はい、ソフトバンクもう優勝間近、うん、まあでもこの動画が出る頃にはもう優勝してるな、してるんじゃないですか ね、はい、してるしてるしてる、うん、ね、はい、まあということで、去年の、ドラフト票ね、はい、1位前田、うん、大阪桐蔭からね、竹内外して前田を当てたっていうね、うん、はい、万が一竹内ソフトバンク行ってたらもう14勝ぐらいしてるな、うん、で2位岩井で3位広瀬4位村田5位沢柳6位大山7位藤田、うん、だからもう広瀬と藤田以外全員投手、あ、ね、でそれで、去年評価は B ですと、うん、佐々木予想は1位即戦力投手2位に大型内野手で3位投手に4位捕手という予想でしたけども、うん、まあまあバランスがいいドラフトだったと、うん、で来年どうにかしなきゃいけないドラフトになってくると、うん、はい、で前田は話題に習って3年後ぐらいにいいピッチャーになるんちゃうかと、で試合が即戦力4投手がホークスの投手陣に食い込めるかが順位を大きく変えるって言ってて、はい、でまあ育成も含めたらめっちゃ取ってるからね、うん、大泉宮里桜中澤星野藤原藤田長水っていうところで、はい、もうでも今リリーフはね松本も肩の張りで抹消されて、うん、でオスナもいなくなって岩井大山今大奮闘中、うん、苦しい中で、ね、プロの壁にぶち当たりながら、はい、泣きながらね、泣きながらもう泣いてる場合ちゃうっちゅうね、はい、ね、だからまあでも前田君も良かったからね、フレッシュオールスターで見た時、はい、かなりいいです、うん、あ、これもいい感じで育っていくと思う、怪我がなければ、うん、名城大岩井君もね、うん、岩井大山投げれてね、はい、沢柳もね、うん、そうですね、頑張ってるっていうところを考えると、うん、ね、まあこのドラフト指名のピッチャーがまあ怪我人なければよかったけどね、うん、ちょっと怪我人も出てきて状態悪いピッチャーいるっていう中では、はい、まあうまくね足りないところを補えたんちゃうかと、うん、まあ岩井君まだね、7試合しか投げたけど 3.18、はい、でも2軍では防御率1点台だからね、うん、で沢柳ね、うん、沢柳ちょっと救世主になってるよね、11試合当番で 3.38、はい、ね、2勝1敗、うん、で2軍では 1.93、うん、やっぱ2軍で1点だよな、それがやっぱりね、ですね、うん、やっぱり、うん、それと、大山1軍で 2.63 防御率、うん、1勝1敗1ホールド14試合、うん、ね、で2軍で 3.24、うん、まあ先発してるからね、うん、だから2軍では先発してたけど、まあ、上ではリリーフなんだね、はい、うん、でも村田君どこ行ったんだろうね、結構前評判高かったけどね、うん、1試合だけ投げてましたね、そうそう投げててね、うん、で2軍でもそんな良いこと投げてないから、うん、ひょっとしたら3軍とかいってるかも分かんないし、はい、でも広瀬も良かったからね、ヒット出るまで長かったけどね、うん、ヒット出てたからだから、牧原怪我して、うん、で三森も怪我して、はい、でセカンドいなくなった時に広瀬出てきて、うん、柳町、広瀬、正木の、はい、慶応トリオ、でホームランも打って、うん、だからまあね、結局牧原が帰ってきたから、うん、まあ、お役御免で2軍に行っちゃったけど、うん、まあ、打率2割3分3厘、ね、ホームラン2本、うん、24安打の9打点、うん、で2軍では2割5分7厘だから、ここでもう一箱ね、うん、やっていけば面白いよね、うん、あとはセカンド
だけじゃなくて、いろんなところを守った方がいいね。そうですね。サードとかね、守れるんだったらね。はい、そしたらあのいろんなところのポジションで優位性を持てるからね。うん、藤田君、これ高校生、はい、2軍で3打数1安打、だからもう3軍とかかな、うん、3軍、4軍かな、うん、どっちかっていうとね、まあ、キャッチャーもね、本当あの、うん、下位以外が頼りなさすぎるからね、はい、誰も一緒だからね、うん、そういった意味では頑張ったらね、うん、チャンスあるかもしれないよね。そうですね、うんうん、でも結構今年のホークスってこんだけ強いんですけど、結構その怪我人がいたりとか、やっぱりいなくなって投手陣が薄かったりってあるじゃないですか。そこを結構埋めてますよね。埋めたね。ルーキーですよね。その開幕からいたわけじゃないけど、その途中の足りないところをルーキーで埋めれたのも大きかったね。うん、いや本当に、うん、そういった意味では A かもわかんないね。おー、評価はね。だからもう出てる人多いですもんね。中心になった選手はいないけど、補うのには、うん、だってあのホークスで中心になるの難しいから、ね、1年目からね、うん、でもしっかりそこを補えたのは大きかったかなと、うん、で、じゃあその前の年見てみようかな。イッツァイヒネ、ね、イッツァイヒネ全然聞かへんな名前。フィームでは出てますね。82試合出てますよ。お、結構出てんじゃん、うん、で1割7分7厘おっ、全然打ってない、うん、ホームラン2本、うん、で続いて大津もう前半良かったけどな、ちょっと疲れてきたな、うん、ちょっと体力のなさがちょっと露呈してる感じ。でもだいぶ支えましたよね。うん、そう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 、まあ、ここもう一踏ん張りしていければね、うん、先発グッと掴めるからね、まあ、ローテーション1年もあるの初めてですからね、うん、で甲斐郁美、うん、あ、そうなの、あ、そうなの、あ、脳挫傷、あ、自主トレ中に打球が当たり左頬骨陥没ですって。ちょっと大怪我ですね、うん、これも回復後まと、うん、はい、そうですね、うん、で王のね、王も高校生だから、はい、で、松本春、今、うん、今絶賛頑張り中や、うん、左でな、はい、気合い入れてる、うん、お母さん綺麗だな、お母さん綺麗いつ見たの。いや、女優さんみたいなんですよ。初登板の時見られてて、その後番組にも出られてて、うん、もうファンの中で女優さんちゃうかって、めちゃくちゃ綺麗なんですよ、お母さん。そうなんだ、言うときます。で、吉田健吾ね、はい、でも2軍で結構出るからね、3割2厘、うん、ね、次か、次に向けてくるか、はい、ね、出ましたね、1軍で、1軍出てる、うん、ね、あのヒット5本、打点2、だからそう考えると2022年もいい選手いるよね、うん、ね、お、大津もね、大津投手がね、うん、いるってのはやっぱり大きいですよ、うん、で、郁美はもう怪我からのね、この復活をね、もう願っていきたいっていう、はい、でもいい選手だったからね、うん、で、大野でしょ、これはまあ高校生だからね、はい、で、松本もね、出て、うん、で吉田もいいですよ、はい、いつ愛媛がね、はい、ここからどこまで成長するかだね、はい、正直ね、うん、そうですね。その前が風間正樹、木村、野村勇、大竹、うん、風間はどこ行ったのかな、ね、2軍で 5.40、6試合ほぼ3軍か4軍かやな、うん、でいいんだよな、多分、はい、育成もいっぱいいるからな、誰かどっかから出てきてるから、結構育成から上がってますからね。だって2022年とか育成14人取ってるからね。21も14人取ってるけど、21も、あ、三浦瑞希がいるね、うんうん、今年上がりましたね。川村もいますよ。あ、うん、あとその辺みんな東北絡みで、うん、その前尾形か、うん、でその前井上、笹川、牧原、川原田、田之上、うん、その次が佐藤、海野、津森、小林、柳町、甲斐の杉山、野村大地、坂東、水谷、泉、奥村、うん、吉住、高橋礼、松田、田中正義、古谷、こう思ったこと言っていい？はい、あの、もう一緒かもしれない、もしかしたら。本当？はい、クソドラフトしてんな。いや、私はそこまで思ってない。でも、あの、やばくない？ドラフト1位がチームの核になってる人はもうこの14年の松本だよ、うん、その前東山、武田、今宮、今宮ですね、2009年の全然おらんな、1位が当たってないんですね、あんまりね、うん、もう見る目ないとしか言いようがないね、うん、いわゆる、まあ事実だから、はい、そうですね、俺はもう事実に基づいて言ってるだけだから、うん、はい、主観とか1ミリも入れてないから、はい、その代わり育成で取った19年、うん、今石塚ね、はい、まあ、一応頑張ってるけど、うん、で大関ね、うん、2017年ね、シュート、うん、でまあ、大竹今ね、まあ、あれで頑張ってるけど、はい、
あ、石川修太ね。あ、そうそうそう、13年ね、育成1位だ、うん、で、10年の千賀会でしょ、うん、で、牧原でしょ、はい、ここ育成がめちゃくちゃ当たり年でしたよね。だからもう育成に支えられてんねん。うん、ほんとそうですね、うん、もっとちゃんとドラフトした方がいいよな。うん、だってこのソフトバンクっていうチームの資本力があったおかげで、うん、はい、成り立ってるチーム力だけど、はい、こうやって育成持てるからね、うん、そうですね、うん、それはもうチームね、企業努力としては素晴らしいけども、うんうん、もうちょっと編成ちゃんと仕事しないと、はい、だからもうちょっとここのドラフト1位を、でもドラフト1位っていうか、その支配下で の、うん、そのドラフトの中であんまりこの格になってる人がいないんですよね。いないのよ、うん、まあ、栗原選手がドラフト2位だって、だって今で言うとよ、うん、今の勝ち頭はまあ、有原かな、はい、うん、で、まあ、あれでしょ、日本ハムからでしょ、はい、でキャッチャー甲斐ね、うん、育成ですね、うん、2010年度育成でしょ、うん、はい、でファースト山川は FA でしょ、うん、はい、でセカンドが牧原で、牧原も10年の育成でしょ、育成ですね、うん、でサードが栗原で、まあ、栗原が2014年のドラフト2位、ここが松本裕樹投手と栗原選手1位に、そうそうそう、よかったね、うん、でショートが今宮、これが今宮は2009年の1位、はい、でレフトが今近藤、はい、FA でしょ、はい、でセンターが、まあ、シュートが育成から、はい、でもしくは柳町、うん、でライトは今正木とかだから、はい、その柳町が2019年5位柳町、うんうん、で、正木が最近の2021年の2位、はい、で、柳田ね、2010年、はい、ドラフト2位ね、うん、ってなってくるとちょっと1位いないよね、うん、ない、そうですね、あとこの支配下でいうとやっぱ2014年のこの松本裕樹投手、栗原選手以降がやっぱり薄いですよね、うん、これちょっとドラフト戦略はうまくないね、全然、うん、正直そうですね、うん、だもう数の原理でなんとか、だからもうちょっとドラフト戦略、うん、ちゃんと見直した方がいいね、確かに、まあチームによっては毎年一人ずつがこう格になる選手が出てるっていう球団とかもやっぱあったじゃないですか、うん、そう思うと、だからまあね、でもあの、うん、チームを強くする三大元素があるから、はい、知ってる？知ってるよね、もちろん、はい、あ、じゃあちょっと言ってあげる、言ってあげる、ちょっと整理あれちょっと待って、 FA、うん、なんとか外国人なんだよFA なんだっけなんだっけなんだっけ、もう一つトレードそうそう、はい、FA トレード、はい、外国人が、うん、そのシーズン内にチームをね、この強くしていく、まあ、はい、今すぐね、うん、今すぐ強くしていくのは、うん、FA トレード外国人、はい、でもそれがしなきゃいけないのは、うん、まあ、ドラフトが失敗してるからなんだよね、はい、ドラフトが成功してるとそこにあんまりシフトしなくてもいいんだけど、うん、ドラフトがやっぱり失敗してるから FA トレード外国人が必要になってきて、うん、ね、今ホークスだと FA、うん、ね、でまあトレードはそんなないよね、そうです、ね、で外国人はちょっとピッチャーはいいんだけど、はい、野手が当たってないっていうところもあるけども、うん、ピッチャーはフォローできてるじゃんね、うん、だからそういったところで保っていかなきゃいけなくなってくるから、はい、でもそうなるとお金がかかってくるからね、うん、だからもうちょっとドラフトをちゃんとやっていくと、うん、さらに、はい、さらに強くなっていくね、うん、あとそんなお金かけなくてもいいかも、ね、そうですね、うん、今やっぱりこう育成をかなりこう取ってるっていうところに救われてる部分もやっぱありますからね、うん、そう、うん、だからちょっと1位の判断が誤ってるよね、はい、まあ、ちょっと前田君に期待しましょう、前田はあると思う、前田はいいよ、ドラフト1位10年周期、そう、うん、あと正直いつはいいでもやっぱ頑張っていかないと、はい、内野がね、そうですね、やっぱショートの次いないからね、うん、確かにそうですね、まあ川瀬とかね、うん、頑張ってるけどね、うんうん、そういったところでは、はい、ね、じゃあやっぱり佐々木チャンネルからやっぱりこのこれがいいんちゃうかっていうのがやっぱり、うんうん、だって基本よ、はい、やっぱあの参考にしてくれると、うん、やっぱいい球団もあるよ、はいはい、うん、うん、あ、俺言われたりもするし確かに、うん、はい、だからあの俺らも全力で、そうですね、全力でホークスにいい選手を探そう、そうですね、酒、うん、井さん見とうかもしれないね、そう、うんうん、俺らだってあれ非公認外部スカウトやからな、そうですよ、はい、うん、結構本当に言った人あの分取ってきたりしますからね、そう、うん、何気に良かったりするからね、うんうん、だからここから真剣にホークス戦考えよう、はい、ね、次のね、次の動画で、はい、はい、
さあドラフト通信簿中日ドラゴンズ編でございます、はい、ね、まあ、ちょっと今年も、ね、まあ、今現状この3連戦で最下位に落ちる可能性もありますけども、うん、今最下位争い、はい、っていう中で昨年のドラフト渡来を外して、うん、次、草加くん、はい、アジア大学行って、うん、で、くじ引きで当たったと、はい、しかしトミー・ジョン手術で、うん、まあ、だから山崎伊織みたいになればいいよ ね、 そうですね、頑張れて ね、 そっからね、うん、でそっから2位、津田、はい、辻元、福田、羽生、加藤っていうね、うん、はい、選手たちを、取ってきましたけども、うん、昨年の評価ね、評価は B ですと、うん、ロッテのガチャシステム導入と、はい、内野手ガチャ、二遊間ガチャ、はい、発動しましてですね、うん、内野手同じキャラ多すぎ問題っていう、はい、ほぼ同じキャラや、遠目でユニオン着てなかったら、うん、もう誰か分からへんね、はい、で、外野手は取った方がいいと思ったけども一人も獲得してないし、うん、戦略が分からないと、うん、ね、今年のドラフト評価がいいかどうかは、津田辻元次第っていう、うん、っていうところで、はい、蓋を開けてみて、まあ、今年ほぼもう100試合以上経ってますけども、うん、はい、二遊間、村松、田中です、はい1個前のドラフトですよね1個前見てみる、はい、もうついでに、ついでじゃあこれ2022年ね、はい、ドラフト1位中地君ね、単独指名で行って、うん、で2位村松、はい、森山、山浅、浜、田中美希也、福永、うん、でここの内野手ここ頑張ってるな、今、うん、サード福永もな、はい、めっちゃ頑張ってるし、うん、もう石川がもうファーストになってもんな、はい、気づいたら、はい、うん、ここ頑張ってるで、うん、って考えたらよ、はい、俺はもうだから、うん、1年目で当てるの難しいやん、はい、育成まで考えようよねそのそうですね、誰を育てていくかで、うん、我慢しとけばよ、うん、はい、この2人がこうどう今後どうなるか分かんないよ、はい、けども違うポジションいけたんちゃう、ね、行きましたよね、うんうん、もしくは上位で違うポジション行って下位に残ってたら下位で取るとか、うん、いけたんちゃう、うん、ね、私この津田選手はまあ13番目に取ってるわけですよ、そうですよ、うん、そう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 、1番と13番目に去年取りに行ってる、はい、ドラゴンズは、うん、じゃあちょっと見てみる、はい、津田君、はい、今年1軍は未出場ね、はい、2軍で2割1分4厘ホームラン0本ね、うん、まあ修行やな、はい、67試合は出てますね、まあ、うん、まあ、高卒から社会人だから、うん、あの21歳でプロ入れてるから、はい、まあ、若めにはね入れてるから、まあ、ここから修行だね、はい、うん、で辻元ね、うん、一応上がってきてたよねこの前ね、はい、この前8打数1安打1割2分5厘で2軍では2割1分6厘ホームラン0本、はい、あうん、ま、だから言ってんじゃん俺あのキャラかぶり多すぎっていうね、そうですね、うん、一緒でしょ、特徴も一緒、一緒なんですよ、うん、で俺最近思うのが村松、俺高橋由伸さんに影響されていっちゃうかっていう、そうなんですよ、そうですそうだ、おっしゃる通りです、めっちゃ似てるよな、高橋由伸さんのことをすごいこう崇拝してて、うん、で今年解説に来られた時に、うん、立浪さんと一緒にこういろいろ聞いてました、へえ、そうです、おっしゃる通りですね、めっちゃ似てんねん、あ、そんな似てます、お、めっちゃ似てる打ち方が、もう見ただけで分かる、うん、だからまあね、田中美希はもうまあ途中ちょっと離脱もあったけどね、はい、まあでもちょっと打率落としてるよ、2割1分クリーンじゃきついよな、これだとサブプレイヤーになっちゃうね、はい、出だし良かったけどね、うん、かなり最初打ってたから、うん、おバッティングもいいじゃんって思ったけど、うん、ね、3月2割7分3厘5月2割6分だからそこからどんどん落としちゃってね、うん、なかなか、あとやっぱちょっとまだ体力ないかな、うん、こういったところで落ちていくってことはね、うんうん、でも福永が今頑張ってるから、はい、いい、ね、2割7分6厘、はい、ホームラン3本、ね、打点22、81安打、うん、頑張って残り試合で100本いきたいね、うん、目指せ100本で2軍でも3割6厘打ってるからね、はい、2軍でやっぱりここね、うん、3割前後打つかホームラン量産するかじゃないと、うん、なかなかねっていうところもあるけども、でも結構この年でやっぱ内野固まりつつは今のところあるんですけどね、これ続けなきゃいけないから、ね、そうですね、うん、監督が使い続けないと続かないですもんね、我慢ね、うん、だからまあ我慢させるのがなければね、うん、で途中村松もちょっと離脱ねした時もあって、うん、リュークとか上がってきたけどね、はい、だから俺言ってるやん、石垣もトレード出したれっちって、ああ、ね、うん、トレード出した方がいいっていうね、はい、ところでね、使わないんだったらこれ全滅するパターンあるな
去年のドラフト今年の、今年のルーキー、うん、だってここら辺が固まっちゃった。だからこれが一番怖いのよ、はい、ガチャを発動すると、うん、誰かがハマったら他の選手いらなくなるんだよ、まあ、そうですね。で同年代だしね、うん、でそうなってくるともうクビにするかトレードに出すしか、うん、もしくはもうあの外野にコンバートさせられるようになってくる、はい、でもそれでも打たなきゃいけないからね、うん、結局ね。でそうすると結局ここがでもこっち薄い、あもうなんか自転車勝負になっていくれ、うん、だからそこら辺はちょっともうちょっと、うん、まあ気持ちもわからんでもないけども、はい、まあ、こう見てるとね、分析結果で言うと、うん、我慢って必要やな。そうですね。やっぱり使い続けるとかね、うん、やっぱ取ったんやから1年ダメでも、はい、まあ、3年4年だって俺も5年目だからね、はい、うん、だからそういったところのね、やっぱ我慢っていうのも必要かもわかんないよね、うん、だからそのいなくなるまで放置してたらダメだね、うんうん、誰もいなくなるまで放置するから、やっぱり、ね、ドラゴンズの一番まずかったのは、うん、落合さん の, あの黄金期の人たちが一斉に辞めたことだね、うん、あ一気にいなくなりましたからね、うん、谷繁、森野、はい、井端、荒木、はい、和田とか、うん、もうあそこのメンツが同時期ぐらいに、はい、それは同じ年じゃないけど同時期ぐらいに一斉に辞めちゃったから、うん、もうだるだそこの生き残りが大島だもんね。その頃の若手っていう。そうそう、その頃の若手の生き残りが大島だけで、はい、他全員ほぼいなくなったのよ、うん、で結局キャッチャーも困る、二遊間も困る、だって、うん、しかも落合さんはずっと出し続けるから、はい、予備とか作ってないわけよ、うん、正直で元気でみんな出続けるから、うん、結局レギュラーと2番手以降の差が秋に空いて、うん、でも2番手控えてんのも結構年いってる人たちだから、うん、全員いなくなるっていうんですよ、うん、だからどの上ぐらいが本当はもうねバチッと来なきゃいけなかったけど、うん、結局試合も出れないからね、うん、結局バックアッパーだけになっちゃってっていうところもあるけど、ただでも日本ハムとかもチームって結構入れ替わってるじゃないですか、もうこの3年ぐらいで選手って新しくなってるじゃないですか、うん、でも全員若い、多少ですね、うん、であと使いまくるやん、はい、やっぱ使いまくらなあかんよな。そうですね、だから日本ハムで思うのがやっぱ弱いチームは、はい、うん、あの中途半端に勝ちに行ったらあかんわ、はい、もうなるほど、割り切って、うん、割り切ってもう、うん、そう中途半端に勝ちに行くから、はい、やっぱ目先の勝ちが欲しいから、うん、そう中途半端なベテランとか、はい、使っていくや、うん、でももう割り切って、はい、再開上等っつって、うん、もう育成っつって、うん、もう全員使って、はい、全員チャンス与えて、うん、崖から這い上がってこいっつって、うん、って言った方がいいのかも分かんないね、新庄さんの見てるのこの3年間見てそう思ってたと思いましたね。そう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 、だって新庄さんの1年目なんて、うん、もうアクロバティックなことやりすぎて、はい、ノーアウト満塁からエンドランとか、はい、もうありえへんやん、はい、でもまあ新庄さんも監督として試してみたんだろうね、うんうん、そのそういうことをね、こうどこまでできるかを思ってることがリアルなのか、うん、それは幻想なのかをいろいろやってみて、はい、で別にチームが負けても怪我人以外は全員一軍で使うっつって使いながら、うん、でいろいろ試してそこから競争させて、うん、でそれを 1,2 年間やって、だから今年そんなトリッキーなことやれへんやん、やってないですね、やってないですね、うんうん、だからそれを割り切ってやったことが選手の成長が促された可能性もあるからね、うん、ありますね、うん、だからやっぱドラゴンズの一番俺がこの3年間見た中でまずかったのは中途半端に勝ちにいってることやな、あやっぱり全部、うん、そこが、うん、これがなかったんちゃうかっていう、うん、あとやっぱりそのキャラかぶりで多すぎるっていうね、うん、まあ、勝たないといけないのが勝負の世界なのでね、割り切るの難しいですよね。そう考えたら脳天皇ってすごいっすね、あの3人をパッと切った本当に、ね、うん、すごい、だから弱いチーム、だから弱いチームにベテランはいらんねん、うん、正直ね、あれはすごい、うん、で中日ね、はい、去年6年ぶり1位を外して、うん、あずっと引いてたんだね、へ、うん、で当初は先発の中継ぎ1人でも多い方がいいと、うん、今年は点も取れなかったので強化しないといけないと、うん、ドラフト補強に80点って、うん、80点だって、うん、高校生福田君がいいですよ、うん、そうなん、はい、福田幸之介君、はい、履正社、履正だから 2.86 おいいね、1年目としてはね、はい、おいいね、いい感じだね、はい、うん、ハブ君は、ハブ半分一軍で何試合が投げてますね、うん、もうね、大差で負けてる時に、ね、うん、でも2軍でも6点台だね、防御率、うん、すごい、加藤2軍で 6.48、うん、まあ、これはもう修行やな、そうですね、うん、そういった意味でもね、はい、じゃあちょっと近年のドラフト見てみよう、はい、21年、ブライト鵜飼、石森、
宮、星野、奥本、最近サイキックブライト出てるけどね。出てますね。ライダーとか。ライダーブライトね、うんうん、たまにおーって打つけどね、たまにね、はい、たまに、でその前が高橋宏と森、リュウク、福島、加藤、三好で、下位に上田と松木、松木平、うん、高橋宏ともスーパーエースだからね、うん、その前が石川、橋本、岡野、郡司、岡林、竹内、根尾、梅津、勝野、石橋、柿越、柿越、滝野、その前が鈴木、石川、高松、清水、伊藤、山本、柳、兵太、石垣、笠原、藤島、丸山、問題分かりました、はい、野手がほぼ引けてない、確かに1位の当たりってなってる人みんなピッチャーですもんね、うん、ドラフト3位までの野手で、うんうん、うわーってなってんの、え、どこまで変える、どこまで変えるかな、うん、いやもう2005年の平田になっちゃうんだけど、ドラフト3位までの野手でウォーっていうの、うん、20年前平田の前だとあの福留になっちゃうんだけど98年俺と同期だよ、福留の前見てみる、だから95年でいうと、まあ、荒木、門倉さん、ね、藤井、渡辺さんでしょ、うん、で96年が小山さんだ、うん、森のね、うん、で97年が謙信さんにショーツさん、で井端さんでしょ、うん、で高橋美さんとか代打の切り札だったね、で98年福留、岩瀬、小笠原、秀則でしょ、うん、で99年朝倉、うん、この頃のドラフト最高じゃないですか、だから強かったじゃん、だってほぼレギュラーだからね、野手がね、そうですね、下手だね、うん、上位で、はい、どこも引けてないよね、うん、結局は1位のピッチャーはみんな今のローテーション入ってますからね、うん、いい感じでね、だから本当はこの2011年の高橋周平がグッてね、グッて、まあ、光り輝いた時もあったけどね、はい、なんかちょっとねっていう、うん、絶対的なじゃなんか良かったり悪かったりみたいな、ね、うん、感じだからね、石川貴也選手も1位ですからね、そう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 、ここも頑張ってほしいですね、だからそこら辺がやっぱりうまく勝ってきたら、うん、はい、また強いドラゴンズが帰ってくるから、やっぱドラゴンズしか入れなあかんな、うん、特に野手やな、野手、でも、うん、まあ今年のやつはね、はい、うん、近日公開予定なので、そちらをね、ご覧いただきたいと思います、はい、ということでドラゴンズ編でした、さあドラフト通信も今日はオリックスバファローズ編ということで、はい、昨年のドラフトが単独指名で1位横山君、うん、上田西からね、はい、サプライズ、うん、サプライズドラフトで、うん、ね、で、2位河内、はい、で東松、堀、高島、小田島、権田と、はい、いうドラフトになってますけども、はい、昨年のドラフト評価、うん、評価は S ですと、お、上昇軍団の余裕のドラフト、うん、大砲系の野手が欲しいっていうところは、まあ、横山君を取って、うん、山本の勝負、山崎幸也の穴を埋めたいっていうところは、まあ、育ってきている投手がいるから即戦力じゃなくてもいいっていう考えで多分河内、東松だろうと、うん、で保守は欲しいっていうところで堀、うん、5年後も強いのが見えるドラフトって言ってます、おい、でも今年ちょっと低迷してね、まあ、ちょ抜けましたからね結構ね、うん、ちょっと抜けるのが多すぎたのと、ちょっと怪我人多すぎたね、うん、そうですね、今年はね、あとちょっとね、うん、山下俊平太の離脱大きかったので、はい、正直ね、そうですね、まあその中で、まあ、ほぼだって高校生だからね、社会人は久志さんに高島、小田島、権田、近くまたそいつらが頑張ってる、はい、うん、頑張ってる、小田島も一瞬新人王あるんちゃうかなぐらいになったけど、うんうん、どうなんだろうね、でも結構試合数は投げてるじゃないですか、結構有力ね、え、うん、0.86 やから、うん、ね、こう45試合登板、50いると思うんですよね、うん、50はいくよね、でホールドが23、うん、ここは十分だよね、うん、でしかも高島君も頑張ってるじゃんね、王子様、うん、今防御率はちょっとね、4.24、うん、悪いけども、うん、まあ、20試合投げてっていうところで、ね、結構毎週投げてますね、そうそうそう、投げてる投げてる、うん、だってリリーフ総崩れたもん、はい、もう怪我して、うん、全員いないもん、うん、もうその良かった時にのね比べると、うん、でも日本でも 2.03 だからね、はい、で、まあ、横山君ちょっと今もう勉強中だね、うん、はい、守備も含めてまだプロにのスピードについてこれてないね、うん、ちょミスも多いしね、はい、まあまあでもまだ1年目だからね、うん、ここからね、まあ、紅林も最初そんな感じだったからね、そうですね、うん、ここで我慢して2年目からね、監督はもっと我慢して使ってってことでしたから、うんうんうん、まあね、うん、だこういうのも必要だねやっぱりね、うん、で今もまあ優勝ないっていうね、はい、A クラス争いもなかなか難しいっていうところで、
もうこれね使っていって、うん、来年のためにね、うん、そういうのがまた紅林みたいになっていくからね、うん、やっぱり二遊間太田紅林行くからやっぱりサードになるんだよね。まあ胸もワンチャンかいや行けるからね、アクロバティックにね、はい、うん、どのポジションもいけるから、うん、でピッチャー、はい、川地君頑張ってんのかな。川地君怪我しちゃったんですよね。怪我しちゃった。そうなんだ。うん、いや本当に良かったんですけどね、本当は防御率9試合4先発で 1.50 そうなんですよ、めっちゃいいよ、はい、まあ頑張ってねこっからね、うん、まあね、うん、で大松君、はい、バンディングで 15.43 やね、うん、7試合3先発、うん、まあ荒削り感あるもんね、うん、まあね、どっちかっていうとね。で、本田隆成7位ピッチャーは2軍で 2.93、うん、29試合、うん、まあ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 、うん、頑張ってんちゃう、投げてますね、うん、いい感じでね、うん、はい、であとは、キャッチャー堀君、はい、2割2分1厘でも試合出てるね、うん、しっかりね、うん、それはいいね、うん、まあ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 、うん、いいね、やっぱり感じはいいね、いいですね、うん、試合にも使ってるし、うん、まあ高校生はねここからだし、まあ川内君は良かった中で、まあ、怪我しちゃったのはもったいないけど、トミー・ジョンなんでね、うん、最強になって帰ってくるかも、うんそれはもうトレーニング次第だからね。すごいですね、即戦力で取った人はちゃんと一軍で出て、そうそう下位でね、うん、やっぱバランスいいよね、バランスいい、上位はもうしっかり育てて、うん、高校生取って下位で、うん、ね、社会人出身の選手取ったらもうほぼみんなね頑張れてるから、なんかよく言う何してるのって人が一人もいなくないですか。そうだ、阪神と一緒じゃないですか。阪神って予想の話だったんですけど、ちゃんと試合に出てるっていう、確かにみんな経験してるっていう、そうだね、うん、だからまあそういったところは多分ね、育成も含めてそんなに多く取ってないから試合出れるっていうのもあるかもしれないよね。あ、そっか、なんか見たんですけど福良さんの考えで、うん、上手い選手はいらんっていう方針らしいです、うん、とにかく体が強いやつを取ってこいっていう指示らしいです。へえ、いいね、はい、とりあえず体や、うん、あ、じゃあ俺は入れんかったかもしれん、オリックス上手いから技術もあったからやっぱりでも技術あって体強かったら最高ですね。ね、うん、まあ、そういった意味ではね、まあまあでもまあいい感じだよね、うん、これ本当に5年後が楽しみだよ ね、うん、どうなっていくかっていうね、はい、ところでね、うん、まあ去年、うん、去年のドラフト、はい、ね、横山君ね、補強ポイント明確、オリックスは1位から4位まで、才能豊かな高校生を連続で指名したと、ね、中島監督はスケールの大きさを前面に出してほしいと、うん、横山君のことを、で5位から7位は社会人投手さんに補強ポイントが明確に見えるドラフトだったっていうね、うん、でその前の見てみよう、はい、22年ドラフト1位ソタニ、いいよね、いいですね、いい感じで投げてる、はい、で、内藤豊、うん、内藤豊どういったやろな、期待値大きかったけどね、はい、1割6分7に日本塁打、うん、修行中やな、うん、ファームで43試合、うん、で斉藤京介、はい、投げたけどね、うん、まあ、光は見せてるよね、まだ2年目だからね、はい、そうですね、高卒ですからね、うん、でその後、杉沢龍、はい、1打席出てる1軍で、うん、あ13打数1安打、うん、2軍で2割6分7厘2本塁打、うん、で、日高、あ広島にと、ああそうだそうだ、1年目でね、はい、そうそうそう、日高投手は広島へ、はい、はい、っていうところで、はい、まあまあかね、うん、まあまあいい感じでは来てるね。じゃあちょっと過去のドラフト見てみよう、はい、ね、向野木野口、はい、福永渡辺、池田、横山、小北、うん、で、下位に育成の大里、おお、ほんとだ、向野木もね、怪我して、うん、まあ、今年出てくるかと思ったけどね、うん、ちょっとなかなかだね、2軍ではいいんだけどね、うん、1.58 ね、1軍、投げないね、うん、投げんのかな、もうそろそろ、でその前が山下俊平太、源、北、中川、うん、中川今 DeNA で頑張ってるからね、うん、めっちゃいいピッチングしてんだよね、うん、で、中川、阿部、翔太ね、で、育成に川瀬、歌、はい、川ね、19年が宮城、紅林、うん、村西、前、勝又、はい、で、育成に佐藤ね、うん、試合官だったけどね、大下、あ、大下、あ、ロッテ、ロッテね、うん、で、18年、太田亮、頓宮、富山、富山、中川圭太、うん、で、ウルシアね、うん、あ、本当だ、阪神に、で、17年、田島、鈴木、福田、本田、西村、うん、西浦、山足、うん、東投手が、あ、ね、東ね、あ、で16年山岡、黒木、うん、岡崎、山本由伸、山崎修、総一郎、山本、15年吉田、近藤、大城、吉田亮、
杉本と14年山崎幸也、宗、佐野、斉藤光輝、西野、小田、13年吉田東明、若月。弱かった時はね、ドラフトがヘボいね、俺らが現役の時はやっぱオリックス弱かったんだよね、やっぱりそんな強くなかったの、はい、2014以降がめっちゃすごい、2004年、まあ、金子千尋いるけども、T 岡田、平野、岸田、野手がいなかったもんね、やっぱり。でも最近やっぱいいね、ドラフトね。いいですよ、めちゃくちゃいいですよ、2014からが、はい、毎年誰かしらいますもん、絶対、2人ずつぐらいいる。だって今のじゃあキャッチャー若月ね、はい、で若月は13年のドラフト3位でしょ、ファーストが頓宮、頓宮が18年の2位、でセカンド太田亮、18年の1位、でサードが宗、14年の2位、でショート紅林、19年の2位、センター中川ね、7位ですね、18年の、でレフト誰やよ、西川亮、あ、そうか、そらオリックスじゃないよ、はい、ライトが来たね、はい、20年の3位ね、はい、で今サードとか西野守ってるからね、で西野が14年の7位、で杉本とかがまあいるわけでしょ、はい、この10位ね、15年のって考えたら、まあ、下位の選手ももちろん頑張ってるけど、まあ、上位で取った選手がやっぱりレギュラーになっていってるもんな、そういったとこだね、そうですね、そう強さをね、私3連覇した時のやっぱり活躍してた吉田正尚選手も1位でいるし、で今いなくなった時山崎幸也投手も1位だし、でね、2009年の比嘉ね、ドラフト2位もね、リリーフでその優勝した時も頑張ったし、はい、先発ローテーションもほぼほぼやっぱりドラフトでちゃんと取ってる皆さんなんですよね、ちゃんとやってますね、でまあ足りないところでね、森とかね、はい、で西川か、まあ、最近 FA でも来るからね、はい、でもドラフトいいね、やっぱりずっといいです、しかもちゃんと上位でね、しっかり取れてるっていう、はい、でたまに一番最後に取ったやつが活躍してるんだよこれもすごいよ、だって2021の小北ね、はい、7位、で20年の阿部、はい、6位ね、で杉本が15年の10位ね、中川圭太18年の7位、何気に一番最後に取ったやつがレギュラーになってる、見る目あるってことですね、そうでもやっぱり上位でも取れて、下位で下支えだから、はい、やっぱチーム強くなるよね、さらに育成から上げてくるんで、すごい、だからそういった意味では、まあ、今年ちょっと怪我人も多かったからね、あれだったけど、まあ、そうやって育成でもね、はい、佐伯川瀬、あと佐藤ね、斉藤京介も若手でいるし、若手の、ね、下支えもあるし、だからまあまあドーンって落ちそうな感じはしないね、しないやっぱドラフト見ててもね、なんかいずれまたすごい強くなりそうだなって感じが、でも今年はサプライズないんじゃん、ちょっときついかもしれないですね、今年はもう、くじ引きいくんちゃう、いきますかね、いい先発とか、あでもどこを取るかはまた今度か、そう次そうで、ね、はい、で言いますから、はい、オリックスここら辺で、はい、今日は広島カープ編ということで、はい、ね、昨年のドラフト1位は、はい、ね、一番大注目だったんちゃうかっていうね、まあ、左の竹内、右の常広、はい、ドラフト1位、はい、たまに力もあり三振取れる、即戦力、はい、新人王候補で競合もしましたよね、でも2球団だからね、2球団か、何気に、まあ、ということでね、はい、1位常広、ね、2位高、3位滝田、4位中田、5位赤塚というね、ところで、昨年のね、はい、佐々木評価では評価は S ですと、お来年優勝しますドラフトですと、上位3人はいいと、うまくはまれば強いと、西川が FA しなければ優勝あるかもと、昨年川野マスターで右投手を獲得、横軸で考えても素晴らしい戦略だと、パンチ系高卒やつが欲しいというところで中田、育成3位の杉原がかなりいいと思うと、静岡のゴジラ佐藤を獲得と、ね、この育成でね、はい、で、どういったいや、あのフォームで11試合も投げてます、そうなん、きっちり、はい、しかもなんか近日中に登板予定なんでしょ、15日ね、15日、1軍でフォームで完封したんですね、よかったっすよ、でも防御率 4.02 やで、06、2勝6敗、そうだね、高君、どこ行った、まだ2勝3敗、12試合、6試合先発、うん、と思ったより、思った感じじゃなかったね、俺の、でもっと3人がドッとはまると思いましたね、3位滝田、はい、まあ、評判良かったよね、生徒同等だ、はい、ね、
エスコンフィールドの隣、うん、1勝1敗 3.34 12試合5000発で4位中田優斗、うん、2割2厘ホームラン0本まあまあ高卒だからね、うん、修行中や、うん、で、次5位赤塚、はい、静岡、うん、中京学院、はい、赤塚 5.40、うん、1勝0敗7試合登板リリーフ修行中やな、うんちょっと思ったのと違うかったね。1年目は、うん、全体的に今のカープのピッチャー陣がすごい安定してるじゃないですか。そうだね、そうだね、うん、リリーフもっていう、うん、だから焦って出す必要もないんでしょうね、うん、そうだね、うん、あとちょっと杉原くん見てみよう、はい、あー杉田くんねあ杉田くん、はい、杉原え杉原くん杉原じゃなかった杉田だけるくんじゃないですか杉田、うん、あ、違う違う杉原京都国際のあ、そっちのね京都国際のね1試合しか投げてないねうんちょっと怪我かな杉田くん見とく、うん、はい1勝4敗 3.33 15試合登板8000発、うん、まあ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 投げれてるからね、はい、そうですね静岡のゴジラもだって試合感だったからだよ、ね、はいなりましたね静岡のゴジラは 15打数2安打でも2軍で3割5にホームラン4本やから、はい、これいいねうんいいここからね、うん、結構私の推し広島取ってくるんだよな二股くんとかもそうでしたしあれちゃうやっぱり DNA で成功してるから見てんじゃんやっぱ見てんのかなちょっと今年もやっぱ気合い入れないとな あとやっぱりあの里崎やっぱりホームテレビのあのフロントドアとか出てるから、はいうん、それつながりでやっぱ見てくれてるかも見てくれてるかも情報流れてるかもから、うん、こう行った方がいいよ行った方がいい、ねうん、じゃあちょっと試合から取るのあれやからじゃあ育成で取っとくかちって、はい、あるもんあるね二股くんも育成で取ってくれてたね、でその前ね、はい2022年、うん、1位、ね、単独指名で斎藤裕太、うん、で2位内田3位増田4位清水、5位川野で6位長谷部の7位久保、はいうん、まず野手でいうと内田、はい、ファームで2割4分3厘ホームラン4本でキャッチャー清水、うん、1割3分1厘ホームラン1本、うん、久保怪我ですピッチャー斎藤裕太 5.746試合2000発、うん、あんま投げてないな、うん、で増田10試合登板 6.48 増田投手やっぱ去年の感じだともっと来ると思いますけどねうんそうそうそうなんかもう人伸びせえへんな、うん、で川抜けはい川の投手もな、ねうん、でも13試合戦登板、はい、2.16、うん、2軍で 2.31 はいでも今2軍ですもんね、うん、で、長谷部銀次1軍で1試合投げてます1試合、うん、1イニング2軍で 1.29 お、じゃあいいね、うん、リリーフもし1試合投げでも左のリリーフいすぎんねんあもうあの入る余地ないねんそういうことか、うん、だって堀江いて、うん、で森浦いて、うん、でハーンいて、はい、っていうところでは黒原ね、うん、黒原か、うん、だからもうちょっと入る余地ないねん、はい、ちょっと左のリリーフは、うん、だからそこら辺は長谷も頑張ってるけど、うん、難しいよね、はいうん、一軍でも点取られてないですからね、うん、1試合そので右も栗林、中崎、島内、松本いるから、うん、だからカードもいいんやけどちょっと入っていく場所ないよね、うん、ちょっと良すぎてね、うん、選手たちが、はい、だからここら辺がねちょっと難しいよね、うん、もう今のピッチャーたちがいいってことですもんね、うん、でこの、2年前のドラフトの時にカープは荒井監督とドラフト1位斎藤について体もしっかりしていますし力強いストレートが魅力ですと、うん、彼のポテンシャルは球界を代表する素質を持っていると思いますと、うん、大きく育てていきたいですしそれだけのものを持っていますと抽選でも何でも来いという覚悟でしたけど抽選がなくてホッとしています、うん、まあ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 でもちょっとそう、ねうん、ちょっと思った感じとちゃうなちゃうねグッと出てきてる人がまだうん、だから絡んでないとダメですよね今年のこの強い時に絡んでかないから、ね、確かにね、うん、誰も絡んでないもんな、うん、誰もいないんで結局はなんかもともとの選手が思った評価より低いな、うん、結局もうまあ未来は分かんないよ、はい、未来は分かんないけど2年間で言うともう B ぐらいやもんな、うん、結局ね確かに絡んでる人が一人もいないですもんね、うん、でその前21年が黒原ね森、はい、まあ今黒原頑張ってるね、うん、で末金ね、はい、6位にいてで5位松本がいるからね、うんうん、森翔平投手も投げたり、ね、してますねで20年が、栗林、森浦ね、うん、大道矢野選手が6位にいる、うん、で二股くんも上がりましたね、うん、で19年が森下ね、うん、で石原、玉村、うん、で18年が小園、島内、うん、林が出てきてくれればねで7位に初木、はい、で大森育成17位に中村翔成、ケムダ、遠藤16年加藤矢崎だからね、はい、で高橋光
床田、坂倉、アドワ。うわで15年が岡田、横山、高橋、西川。うん、いいね、ずっといいですね。うん、いいね。ずっといい。え、誰もこの年いないねがないですよね。そうだね。今ちょっと頑張んなきゃいけないのが17年じゃ。中村翔成、山口ケムナ、永井、遠藤、平岡。確かに。ここ遠藤投手も出てきてほしいです。うん、けどね。永井と平岡いないの。うん。確かに。それぐらいじゃ。うん、必ずしかも上位でちゃんと当ててるもんね、はい、きっちりね。でその中で下位で下支えだもんね、はい、ドラフトはいいねやっぱり、ね、いいですね。そういったところが2人以上いる。このドラフトがいいから、うん、FA トレード外国人に頼らなくても、うん、こうね強いっていうところが見せてるところじゃん、はい、だって今年なんて外国人補強してないからな、うん、なかったですかね。なかったもんね、うん、なかったっすね。ハーンとかはハーンだけか。ハンだけ取ってきたっけ。一応なんかシャイナーとかレイノルズとかいた。今年知らない。今年知らないし。あれシャイナービザの関係多分来てないです。シャイダーだったら知ってるんだよ。シャイダー宇宙刑事シャイダーじゃん。シャリバン、シャリバンとかシャイダーとかじゃない。宇宙刑事。いや私あの結構ゲームにシャイナーとか選んだの。シャイナーもう頼らなくてもね。はい、そうですね。ハンがね、頑張ってますよ。頑張ってるけど、うん、でも左もね、いるからね、いいのはね、うん、だから絶対的ハーンじゃないもんね。そうなんですよ、うん、だから外国人も頼らない、はい、トレードにも頼らない、うん、ね、FA にも頼らない、はい、でも強い、うん、よくない。すごい。さすが車ですね、マツダ。自社生産ですよ。自社生産やっぱり地元愛ね地元を大切にしていく自社生産、うん、はい、そうですよ。ドラフトで取った生え抜きで頑張ろうみたいなね、きっちりね、うん、すごいね。じゃあちょっとあれちょっと見てみよう。あのオリックスからあの人的競争で取った日高君、ちょっと見てみよう。はい、10試合6先発 5.97、うん、まあでもまあ高卒2年目だからね、はい、でも投げてるからいいじゃん。そうですね、うん、投げてるからね。結構びっくりしましたもんね、こんな早く高卒でね、うんうんうん、まあまあやっぱりドラフトいい感じだね、うん、カープはね、はい、でも俺今年どこ取るか知ってる。おお、もう分かりました。分かった。もう知ってるとか、そこ取らなきゃいけないと。ああ、そう、分かりましたよ。分かった。はい、え、でも私もまあ投手か野手かとかこの辺だろうな感はありますね。うん、そうだ、うん、これはもう簡単です、うん、じゃあ、分かる。いや、これはもう正直分かります。何年もやってるじゃないですか。まあまあそうですね、うん、俺も分かるよ、うん、だから分かるとか、そこ取らなきゃいけないと、そこ取らんとやばい、そこ取らんとやばい、うん、分かる、赤羽さんも。なんとなく多分ここじゃないかなみたいな。じゃあ、うん、せーので当たってるか言うよ、みんなが、はい、一層通できてるか。いいですよ、うん、せーの